ン大輝ありがとう、 R 大輝ありがとう、ウィズキルダーです。絶賛寝起きですが、今日は朝から逆転裁判をやりたいと思います。よいしょ。おはよう。祝日3日目ですが、3日目、祝日月曜日、完全に寝ぼすけをかましておりますが、ごくらげー、ごくらげー、来てくれてありがとう。超眠いやばい、超眠いめちゃめちゃ眠い。いやでも7時ぐらいには、いや7時じゃない、8時ぐらいには起きてたんだけど、ん7時か、7時ぐらいには起きてたわ、起きてたんだけど、寝起きがね、いい日と悪い日の差がすごくてね上がる BGM ね、この驚きくんのテーマなんだけど、これすごいかっこいいよね。めっちゃ好きで、今日はね、前回裁判編だったんで、探偵編2日目ということで、よいしょ。おはよう、クイナさんいらっしゃい。通信環境いいのです。高画質、いいことだめちゃめちゃ私はね、もう眠くて頭がプルプルしてる。はい、やっていきたいと思います。続きから、すごい眠い、マジで眠い普段だと今頃、休みだと今頃起きてるぐらいなことが私は非常に多いんですけれども、では早いな、5時には。基本的に私は起きる予定がなければ遅起きだから、はい、ではやっていきましょう。6月16日午後2時23分、なるほど、なんでも事務所。はい、散々だったね。結局前回は確かパンツ泥棒を捕まえたかなんかで終わったような気がするわ。今日の法廷散々だったね。うんうん、そうですか。見に来は楽しかったけど、ちゃんと滝田さんも助けたし、助けてはないんじゃないなんかパンツの話題で明け暮れたような気がする。うん、1日探偵編も結局パンツの話題だったしな。事務所のいい宣伝になったな。今晩のステージが楽しみ。驚きさんも見に来てくださいね。結局犯人誰なのか分かってないよね。うんうん、おお、帽子くんも出ますからね。このガチャコーンって音すごいね。恥ずかしながら登場します。18時一番の高画質だね。いいねいいね。あ、みなみさんじゃん。みなみさん、今日はなんというかありがとうございました。あ、いえとんでもない。それでどうなんでしょうか滝田くん。とりあえず有罪判決は、逃れた。でも、でも相変わらずちょっと危ない展開は避けられてはいないよね。お願いです、助けてあげてくださいね。私たち来月結婚するんですすごい個人的事情、まあ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 大事だからね。うん、それはおめでとうございますそう、やっぱり負けるわけにはね、いかないね、これはね寝起きで声カスカスなんだけど、私にできることなら何でもしますから。何でもします。何、ね、お手伝いしてくれるってこと。そんなに滝田くんが好きなのか。じゃあお話しますか。結婚大丈夫ですか。キタキツネ一家に、嫁入りなんて。私は平気だけど滝田くんのこと好きだし。あ、ラブラブなのね。わあ、なんかいいですよね、そういうの。もしかして憧れているとか。うん、極道の奥さんに
どうかな。実は家族から反対されててちょっと大変なの。まさか駆け落ちするつもりか。さきかさんとはどこでお知り合いになったんですか。そういえば南さん極道の世界と縁があるようには見えないもんな。うん、昔の職場でなんかちょっと隠してるけど。職場恋愛、ん、職場結婚か。ロマンチックですね。んー、なんかすごい微妙な反応してる。なんで、なんかちょっと微妙な反応してるよ。南さん自分自身のことはあんまり話してくれないな。うん、何か隠したい理由があるのかな。なんかね、今の組長さん極道から足を洗おうとしてるの。確かにスーパーのおじちゃん感満載なエプロンをつけていたね。そうなんですか。極道を辞める、普通の企業に生まれ変わろうとしているみたい。さきたくんのお父さんがね、最近急に言い出して、組員の人たちも随分戸惑っているみたい。うん、そういえば似合わないエプロンね、つけてたね、可愛らしい狐の。でもそれ滝田さん反対しそうですね。あの人やんちゃなところがあるからだいぶ荒れてたもんな。やんちゃって感じじゃないけど、俺が組長になって絶対極道続けるって、ちょっぴり背伸びしたいお年頃なんですよね。ちょっぴりで済むのか、それは一体済むのか。んーしょ、ややこしそうだもんな、あの親子。最近すごーく儲けてるの、キタキツネ一家。秋田くんのお父さん、いろんな世界に顔が利くから。あー、すごい人なんだ。大した人物らしいな、秋田くんのお父さん。おはようございます、めんだこさん、いらっしゃい。来てくれてありがとう、久しぶり。ザ寝起きでお届けしております。逆転裁判、今日の続きをデサンプレッツでーす。めちゃ眠い。超眠い。さきたくん、極道が金儲けに走ったらおしまいだって。それってあれですね、ゼネ。え、それ Z か J じゃないか。その発音は Z で合ってる、みぬきちゃん。 J じゃない。ジェネレーションギャップってやつ。普通父と子の人は逆だけどね。うん、あ、そういえば滝田くんなんかね、心臓の付近に銃弾が一発入ってて、それを被害者、お亡くなりになってしまった院長がね、唯一助けられるはずだったけど死んじゃったみたいな、なんかすごい物騒な展開だったような気がするんだけど。そういえば滝田さん、被害者のウパリー氏の手術を受けているそうですね。うん、そうみたいですね。半年前入信、入信じゃない、入院した時、あいつは俺の手術に失敗した。しかもそのまま黙って退院させやがった。おかげでこっちはまた手術のやり直しさ。そんなことがあったみたいですね。なんか隠してる。滝田くん喧嘩が好きだから、ピストルが出てきたら喧嘩とは言わない気がしますけど。そうだね、命に関わる可能性があるって言ってましたよね、ガリュー君。命に関わる危険性、早急に精密検査の必要ありとか。そんな、きっとケンジさんの脅しだと思います。手術のミス、これを隠されたら腹立ちますよね。もう少し詳しく手術の情報を知りたいな。ウカリに行ってみるか。それじゃあ私そろそろ帰りますね。さきたくんのことをどうかよろしくお願いします。はい、まかせて、圧がすごい。おはくやげー、長といらっしゃい、来てくれてありがとう。私は、え、でもさ、起きて2時間ぐらいって寝起きって言わないか。すぐ起きてはないけど、今日は寝起きでお届けしております。眠い。めっちゃ眠い、マジで。
驚きさん声が震えてます。そんなんじゃ逆に不安ですよ。うるさいな、こういうの慣れてないんだよ。大丈夫、弁護士さんのこと信じてますから。なんかちょっとね怖いよね、みんなみたい。じゃあ、まず誰から行くか、とりあえず留置所行ってみる。あ、でもうかり委員の方にも行かないといけないって言ってたな。あ、間違えた。とりあえずは留置所に行ってお話しよう。当日某時刻留置所面会室。滝田さん取り調べ中みたい。話を聞きたかったんだけど、まあ後で来てみようか。あ、え、はい、もう一人の容疑者なら取り調べが済んでいますよ。あ、もしかして無類って読むのか無類って読むのか、漢字が相変わらず弱いですが、パンツ好きのカバーズ凶作か下着泥棒で逮捕されたのかな。あざとい、みなみさん。すごいなんか清楚感漂ってたけど無類か、ありがとう。よし、川地さんの話を聞いてみよう。ちょっと疲れそうだけど、ちょっとじゃなくない？貴重な目撃者ですからね。まあある種貴重な目撃者だよね、あれは。うん、何なのですか。私はこれで忙しいのですよ。そんなやばいのがいる。そう、あのパンツをね、2人女性のパンツを2つ盗んだ人がこの人なんだけどあのみぬきちゃんのマジックパンツっていうね、あのなんだあれはマジックにあの魅了されて、同じような似たようなパンツを盗みまくってるらしい盗みまくっていたらしい。今日中に論文の構成をまとめ、むむむ、あなた方は目白目だけど大丈夫そう。見えてる？見えてる？どっから風吹いてんの？カーズさん、お話を伺いに来ました。まあいいでしょう、いいんかい。手短にお願いしますよ。立ち直りが早いな。豚箱に放り込まれてるみたい、忙しい論文は仕上げないといけないらしいね。さあ話してみるか、パンツ泥棒とかで聞くのかも。川地さん、事件の夜あなたはパンツを。待ってください、やはり勘違いをされているようです。どういうことですか。確かにあの夜私はパンツを入手しました。この持ち方が良くないよね。しかしあれは私のもゆる高学心がさせたことです。みぬきのパンツの仕掛けを知りたかっただけですもんね。あなたはどうか、あなたを先生と呼ばせてく。うわー、やばいやばいやばい。なんとかして教えていただけないか。私の人生を狂わせたあのパンツの謎。キラキラした目でさ、こういうこと言うてんのマジでちょっとね、あの一歩下がりたい気持ちになるよね。なんならこの私をあなた様の弟子に。嫌がってるじゃん、みぬきさん。驚きさん、なんとかしてください。いいんじゃない、格好もマジシャンっぽいし、人ごとそんな無責任な。目撃したこと、事件の夜目撃したこと、もう一度教えてもらえませんか。いいでしょう、法廷で証言した通りですが、あの夜あの場所にいたのは確かに被告人の方でした。被告人は被害者にピストル、いや何かをつ、あ、結局あれか、ピストルなのかっていうのは分からなかったってこと。その本を貸せ、その頭かち割ってくもうさ、本の中に頭入れてパシンって顔挟みたくなるよね、あんなペラペラしてたら私は叫んだ、君たちやめたまへと。次の瞬間、銃声が。それやっぱり本当なんですね。これさ、毎回面白い、鼻の穴ピクピクするんだよ。この角度で見るとさ、意外と気づかないんだけど、すぐペッペッペッってテキストめくってくと、あの鼻の穴がピクピク動いてるの細かいよね。あのパンツの不思議がつゆと消えた以上、私にはもう嘘をつく意味がないのですよ。確かにパンツ泥棒より隠したいこと
パンツ泥棒より隠したいことがないって一体どういうことなんだ。滝田さんが現場にいたこと間違いないみたいですね。信じたくなかったけどね。はあ、まあ話せんのこれぐらいか。あの意外とね、それぞれのキャラクターと話すとね、意外となんかおもろいところがポイントポイントであるのよ。みなみさんもね、ちょっと視線外したりとか手を動かしたりしたりとかするんだけど、確かちゃんと見せてはないと。擦り切れるほどやったから多分だいたいあまりミスることはないと思うんだけど、押し間違ったとかはやるかもしれない。じゃあ移動しよう。突きつけられるものも確かないはず。これ突きつけてみたくない？ちょっと突きつけてみちょっとちょっとチラ見せしてみるか。それです。不可解なる謎、その神秘。このパンツには仕掛けはないんですけどね。なんと、それではどうして？まあ練習次第かな。ならばどうか教えていただきたい。鉛筆、消しゴム、ノートに教科書、そして弁当。わざわざパンツから出す生活を送ってみたい。本当に出ると思ってじゃん。鼻フックデストロイヤーズ。鼻の穴がさらに広がっちゃいそう。しっかりやる気だな。はい、こんな感じですね。相当あのパンツに執着心を燃やしていらっしゃるよ。ハラムチさん、突きつけとく？ああ、まあこれは意味ないのか。じゃあどうしますか。とりあえずまあ北狐邸の近くに行くかな。当日某時刻、北狐組邸前へ。あ、いたいた、小梅さん。またいたよ。ああ、あんたちょいと、俺たちですか。こんにちは、小梅姉さん。この子も妙な呼び方覚えちまったし。聞いたよ、この小梅様のパンツ取り戻してくれたんだってね。いやまあ別に俺は。なんだい、はっきりしないね、男のくせに。こっちを見ないでください、こっちを見ないでください。圧が強いです。ちょっと朝から圧が強いっす。釈放されたらドスでドスっとやられそう。え、それはさ、それはかけているの？かけているの？それとも単純に疑問？単純に疑問をつけた感じ？みんなさ、みんな親父ギャグをさ、親父ギャグをさ、こうするルルッとこう混ぜてくるからさ、私も疑い深くなってきた。熱い。いや、朝からさ、ちょっとね、目線の圧が強いなみたい。ついつい本心が、骨がちょっと出ちゃった。うわー、危ない、しまってください。この光るものをしまってくれ。あんたなんだろ、犯人捕まえたの。はい、すみません、俺がやりました。ララさん、リスナーを疑うの。みんなだって分かりづらく混ぜてくるから。パンツのことで怒られてる驚きさん、面白い。楽しんでるね。うるさいな。まあそんなことより、うちの滝田はどうなんだい。いやまあ別に、そのだからはっきりしろって。怖い、あー怖い、やめて。はい、すみません、これだから来たくなかったんだよな。本音漏れてるよね、驚きくん。本音が漏れてるよ。じゃあまあお話ししましょうか。なんというか、さすが組長の息子って感じですね。俺は悪の道を行くって言ってました。あの年頃はね、そういうのに憧れるもんさね。とげに男の子は、ん？なんか見抜きた。なんか見抜きた。何か言いたそうな顔する。なんで俺を見るんだよ。半年前あの子、高層で撃たれちゃってさ。ええ、息子さんから聞きました。もしあの時あの子がピストルを持っていたとしても、
とあの子は相手を撃たなかったろうね。優しい人なんだね。驚きくんの胃が持つのか。もう最初からこんな感じだからね。ミルキさんにとことん振り回されるから。悪ぶっていてもあの子に人は撃てない。私にはよくわかってるのさ。さすがお母さんだな。さすがにお母さんの言葉は重みがあるな。今回のことが終わったら組長ときちんと話をつけてくれるといいんだけどね。やっぱりそこの溝は深いのか。お父さん、組長のお父さんと、あの滝田くんっていうのが、滝田くんっていうのが、この子なんだけど、この子はみなみちゃんの婚約者なんだよね。で、これが被害者、うかりさん。で、元をたどると、高層で撃たれて、心臓付近に弾痕が入った手術を、この人がやったんだけど、この人が失敗したみたいな。で、それが今、裁判で動機になってるっていうんだね。うん。あかねちゃん、相変わらず可愛くなったな。すこぶる機嫌が悪いって書いてあってさ。シャク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 食べるね。組長はあの滝田さんのお父さんですか。そういえば仲が悪そうでしたね。うん、事件について。確かにうちの組のピストルが、これ一丁って読むの、なくなってるんだよ。やっぱり凶器はこの屋敷から。ピストルなんてそう簡単に手に入るものじゃないからな。下のものは持ち出すことはできない。組長と若頭、そして滝田ぐらいかね。そうなんですか。今度の事件で警察の捜査は一家の内部に入ってくるだろうし、いい潮時なんじゃないかね。わっはっはは、豪快。小梅さんなんかサバサバしてるな。みなみちゃん、あ、滝田の婚約者だね。なんか歯切れが悪い。来月結婚されるんですよね。まあね、最近はうちに寝泊まりしてるよ。小梅姉さんあまり嬉しそうじゃないですね。よくわかったね。え、なんで？見抜くまでもなく俺でもわかる。よかったら彼女のこと聞かせていただけますか。あの子はね、いきなり滝田が連れてきた。結婚したいってね。なんか綺麗な方ですよね、お嬢様みたいな。確かに綺麗さね。でもね、何か言いたことがあります。いや、気のせいだとは思うけどさ、こういう世界にいるとね、人の汚いところばかり目にすることになる。そのおかげでなんとなくね、鼻が利くようになるのさ。なんか隠してるんだな、みなみさんやっぱ。人間に対する鼻がね、なんか引っかかることでもあるのかな。いわゆるあれですね、女の勘ってやつ。すごいミミキちゃんドヤ顔で言ってるけど、この子まだ15歳だからね。この子まだ15歳です。うちの組長はね、誰よりも滝田を大事にしてる。綺麗な花にはやっぱトゲがあるね、見えないところで。でもそこに滝田くんは騙されちゃったのかな。隠してんだろうね。まだ結局真犯人の影も見えてないし。でも息子さんはそのお父さんの方針には反対みたいですね。ああ、うちは今方向転換の最中なのさ。今のしのぎから足を洗って真っ当な商売をしようってね。滝田はそれが気に入らないみたいでさ、悪に憧れてたもん。もしかして儲からないんですか、極道って。なんというか今はね、うちは金がいるんだよ。綺麗な金がたくさんね。そうなんですか、何か事情があるみたいだ。いつかあの子にも組長の気持ちが分かる日が来るさ。あんまりそうだね、情報は拾えなかった。例えばここにスリッパ落ちてたよな。このゴミ箱を昨日このミラー拾いましたね。そういえばあの時確かもう一個何か落ちていたような気が。
ペンキがついてるってことは事故の後ここに落ちたってことだよね。お、パパの事故と関係あるのかな。拾っていきましょうか。うん、スリッパ、あー、ペンキだ。裏側にはペンキがべっとり。あれ、ここなんか変な跡がついてる。葉っぱ、葉っぱをくっつけたままペンキを踏んだみたいですね。その後葉っぱが取れたってことか。あ、触ってたらペンキが手にくっついちゃったよ。うん、こんくらいで先生いらっしゃい、来てくれてありがとう。あの、スリッパの裏を見てた。驚きさん、さりげなくミネキのマントで浮かない。さっかりしてんな、驚きくん。じゃあちょっと移動するか。拾えるものはこのぐらいかな。同日某時刻、やたぶきさん宅前。これはあれですね、屋台泥棒事件の依頼者。あ、麦つらさんだ。おーい、おやじさん、相変わらずラーメン食べたくなる顔してるな。なんかね、ラーメン食べたくなるような顔してる。どうしたんですか。あんたらはわしの屋台を見つけてくれたわけだ。おばあちゃんと警官の戦いはいつまで続く。あそこの場所を開けてくれるまで警官の方はずっとおばあちゃん引っ張り続けないといけないのかもしれない。大変だ。そういう意味では礼を言いたいわしがここにいる。なんか騒ぎ出しそうだぞ。しかし一方で屋台は事件の現場とやで取り上げられて途方に暮れるわしがここにいるのも事実。はあ、なるほど。屋台が現場ってどういうことよ。いや知らないって、こっちが聞きたいよ。あの野郎、死んでまでも人の商売の邪魔をしやがって。わしがそんなにしょっぱいってか。それしょっぱいラーメン出すって言うからね。ハーモニカでチャルメラ吹く人なかなかいないよね。あの野郎ですか。死んでまでということは被害者のうかり院長さんかな。よいしょ。まあそんなわけでな。わしの顔も脳みそ並みにしょっぱくなっちまうわけ。やれやれ、機嫌が悪いみたいだ。え、機嫌悪い中話しても教えてくれるの、情報。屋台のこと。あの屋台はな、やたぶき屋の男女が代々すじれ麺の秘伝の味噌と共に伝えてきたのだ。そりゃ海の魔族だし。魔族だから。うん、魔族だからしょっぱいって。海だから。海の塩使ってんの。それは言い過ぎだろ。でもいいですね。なんか一家で一つのものを大切に伝えていくって。正直なところ、わしは屋台など継ぐつもりはなかった。そういえば昨日も言ってましたね。親に反対して別の仕事を選んだって。よく覚えていたな、お嬢ちゃん。そう、わしも若く必死に頑張ったもんさ。それがあの隣の野郎に邪魔されちまってな。結局わしに残されたのは味噌、なん味噌臭の屋台だけ。麦つらさん、あなたの昔のお仕事って何だったんですか。ふん、口に出すのも嫌な苦くてしょっぱい思い出だよ。なんとなく話が見えてきたぞ。とにかく隣の親父はわしから夢を奪って死んだのさ。営業停止というどえらい迷惑を残してな。迷惑どころか営業できないけど大丈夫。深海はしょっぱくても熱から圧もあるから漬物には最適。でもそれ野菜がさ好きだったらいいけど、私野菜苦手だからさ。
美味しいお漬物が出てきてもなんか食べたいってならないのがちょっと悲しくなるよね。うかり下界員、麦つらさん失礼ですけど、隣のうかり下界員と何かあったんですか？なんだと？なんか敵意みたいなものを感じたものですから。あ、大嫌いさ。奴は澄ました顔をしてやり方が汚いのだ。やり方？そのくらいで月子さんの茶来てくれてありがとう。今探偵編2日目をやってるよ。よいしょ。証拠を集め中でございます。というかなんでアベイシャが屋台引っ張ってた？そうだよね、そこもまだ明らかになってないし、だいたい犯人誰よっていう状態からまだ見つかってない気がするから。個人の家にしちゃ立派なもんだろ。うん、だってここ10張り以上3割引きって書いてある時点でヤベイ写真すごいよね。左上目かいて。やつは成功するためにヤクザたち手を組んだ。音が鳴った。ヤクザというと北キツネ一家ですか？連中抗争とか言って喧嘩が多くてな。怪我人が絶えなかったのさ。そこに目をつけたのがあのうかりだ。北キツネ割引というサービスを始めた。ピンポイントだな。なんかピンポイントじゃない？割引、病院で割引ってなんかすごいね。きっと、先代の知恵の結晶、ヤタブキ屋さん部割引のアイデアをパクったんだよ。パクってないと思うんだよな。でも治療費ってお医者さんが決めていいんですか？もちろん違法だわ。だが組とのつながりが強くなった。おかげでこの辺の一般の客もうかりに流れちまったのだ。おかげでわしはこの通り首までどっぷり味噌に浸かるはめになっちまったのさ。最優さん、おはーるなーってことでありがとう。はじめまして、海津きるなです。ゆっくりしてってね。来てくれてありがとう。 Thank you for coming。 店主って元医者なん？なんかね、どうなんだろう、気になるね。I just serve you よろしく。お、嬉しい、ありがとう。 Thank you、 I'm so glad。 Thank you for listening、 ありがとう。そういうか、ドラム缶で、雨水集めて使ってるのか。これね、そう、なんか食べ物関係大丈夫かってなるよね。衛生面的に。だってこのなんだっけ、入れ物、器からなんか味噌の匂いがするみたいなの書いてあったじゃん。味噌の匂いがこびりついてるだっけ。あ、書いてないわ。なんか驚きくんが拾った時に味噌の匂いこびりついてるみたいな書いてあったからさ。早速聞いてみましょう。よいしょ。親父さん、もしかして昔の職業って？バレちまったみたいだ。そう、わしは外科医。うわ、医者だったっぽい。医者だったっぽい。やっぱりリスナーさんの推理が当たりました。一昨年まで。じゃあうかりさんはあれですね、宿命のライバルってやつ。あんたラーメンのネギは好きかい？え、はぁ、割と。チリレンゲでスープを飲むと必ずネギが混じっている。ネギ好きにはたまらないが、ネギ嫌いにもたまらない。まあラーメンかぶってなければそれっぽい。でも
さ、この髪型のお医者さんっているこの器をさ、頭からかぼって外したとしてもさ、この髪型のお医者さんってなかなかいなくない？それは私の偏見？無許可営業だったら豚箱に放り込まれるしな。でもそこをね、あのヤクザってね、手を組んじゃってるから豚箱に入れられないってことなのかな。え、それ麺でしょ？え、食べれんのかな？眉毛に乗りついてるしなこれ外したらさ、どんな髪型になるのかちょっと気になんない？個人的な興味なんだけどわしはネギが大嫌いなんだ。あ、ネギ嫌いなんだ。いちいち余計なところで味わいの邪魔をして腐る。あいつがそうだった、うかりのネギ坊主は。いや、麦つらの麦つらの方が普通にスキンヘッドだと思ってた。え、でも生えてるよなんか生えてるっぽい感じない？この辺、この二人は何、難しい関係なの？被害者と麦つらのおやすさんは腐れみたいなものですか？うかりてるおとわしは幼稚園のゆり組の頃から何かと張り寄っとっと幼なじみだったナルトのように髪が回転してるかもしれない回転してるの見たらなかなか衝撃だな。どうなってんのか気になるぞ。さらにゆり組から張り寄っとったって結構長いね。あの男、必ずわしの選んだ道を後からついてきた。真似したってことなの？そして必ずわしを追い抜いていくのだ。はあ、そう、先に外科医になったのはこのわしなのだ。ああ、それなのにあのネギ坊主めが。新しい容疑者が見つかったみたいだね、ここに。そんなこと言っちゃダメです。わしはメスの代わりに味噌をつかまされたんだ。メスの代わりに味噌をつかまされた。どういうこと？すまんね、中年のぼやきを聞かせてもらって。いえ、いいですけど。お詫びに、何か困ったことがあったらわしんとこに来なさい。え？あんたらうかりのネギ坊主の事件を調べとるんだろ？ええ、そうですけど。外科医のことは外科医に聞けってことよ。まあ何かあったら麦つらの親父を思い出しなさい。おー、これワンチャン滝田くん救ってくれんじゃね？犯人麦つら説か。いやー、ちょっとなー、やだなーやだな、幼馴染同士のいざこざ、なんかちょっと重たいなメスと味噌何もかかってなくてくさ、さ、唯一あれじゃない、かかってんの作業なだけじゃない、後ろの文字に2文字と後ろのね、作業でかかってる多分無理くりくっつけたかになめないけど動機としては十分、そうだね、十分あるかも。でも見られてたのは、あのパンツ泥棒が見てたのは滝田くんと被害者しか見てないって言ってたよね。やれやれ、長々と愚痴を聞いたのも無駄じゃなかったな。あー、まあ、とりあえずちょっと調べたい気もするが、まだ多分話は進まないと思うから、とりあえずまあまあまあ隣こっち気になるよね。やっぱりちゃんと調べておきたいですね、うかりん。でもさっきから警察の人が見張ってるんだよな。とにかく聞いてみましょう。当たって砕けろです。すみません。君たちは昨日の、あ、この人昨日人情公園の入り口にいた人だ。警察官ちゃんと変わってるんだね、細かいね。君の事件は公園のあれだろう、この病院は関係ありませんよ。あ、でもとにかくダメです。なんか入れたくないみたいだぞ。この委員が公園の事件とはっきり結びつかない限りは、やっぱり砕けたか。とりあえず今ここで話をしていても無駄みたいだ。じゃあまあ移動するか。
くん喋れるかな。ちょっともう帰り打ちといてみよう。同時刻坊主だらららら同日坊主刻留置所面会室警官を砕けばいいじゃない。逆に豚箱に入れられちまうよ。弁護できなくなっちゃう。あの俺の依頼人と面会したいんですけど。北木滝田の取り調べは終わりました。今なら話を聞けますよ。よし話を聞いてみましょう。はーい、お待たせ。僕の可愛いペテス…朝からちょっと胃もたれ起こしそう朝からちょっと胃もたれを起こしそうだよ私どうしようみんな、朝から胃もたれ起こすって。この後の電車は朝から胃もたれ起こすってやばいってやっぱやん時に言ったらダメだわ有罪にしよう。すもうね、見てください皆さん、この前髪をねくねくねしながらこの言葉です。さあ皆さん、有罪にしますか無罪にしますか、この人をえ、天使ちゃんハート嫌なんだけどえ、でもさ、これさ、みなみさんが聞いたと思ってこのテンションなの。みなみちゃん、え、みなみちゃんが聞いたと思ってこのテンションなんかな。いやー、なんかバカップル感否めねえなーやだなーやだなー。なんですか。うお、なんだあんたかよ。みなみちゃんだと思ったぜ。あ、やっぱそうなんだ。じゃあみなみちゃんにはデレデレなんだな。恋人ペテンシ呼ばわりしてるんですか。あれ、そんな感じで言うだろう、シャバのやつらは。あ、ペテンシちゃんか。中二病こじらせてるな。ダテンスちゃんにしてもさ、変わらんのよ。ダテンスちゃんにしても変わらんのよ、芋だれの量は。こんくらいあげ、僕らの可愛いペテンスちゃん、黒井さんいらっしゃい。こんくらいあげ来てくれてありがとう。滝田くんのね、おそらくあの婚約者が来てくれたと思ってこのテンションなんだろうけど、ちょっとね、朝からね、胃もたれがすごくてね、これを見た瞬間に私はちょっとってなってた。ちょっときついな、朝からこれは。一歩下がった、ね、一歩ならず5歩ぐらい下がった。テンスさんかな。だからってこと、だからダテンスちゃんなの。なんでだよ、普通にテンスちゃんでいいだろ、なんでペテンスなんだよ。俺の右手が真っ赤に燃える。滝田を殴り倒せと驚き叫ぶ。一応ね、あの殴りたい気持ちは私もあるんだけどね、あのガラスがね、ここにはあるから、殴ったとしてもね、あの拳は届かないっていうのが悲しい現実。グナさん何天使だろう、魔天使ちゃん。なんかちゃん付けのキャラなのか、私はちゃん付けでか、そういう感じの可愛い感じでいけるのか。いけるのか、私は暗いってやりたいよね。コメントにね、こっちのコメント反映されてないけど、私コメントをあの 3つ4つで感じしてるから、もう一つの方では表示されてる。食天使食天使食べるからよく。あ、でも天使なの。クラゲはもう海洋生物だな。ルナちゃん、セイレーン、そんな神々しいものに当てはまるか。1キロチーズピザ完食する私。
族で加熱されてるからやめて殴る。もうね、あのこの髪の毛をちょっとね、あのグイって引っ張ってやりたい気持ちもね若干否めないんだけど。クラゲちゃん、クラゲ、やっぱりクラゲなんだみんなの中では。うん、クラゲじゃないわよ、クラゲではないから。精錬が欲しいか審議が必要。あれだな、多分私が見たことある VTuber の方がみんなそういう感じだからか。すごい偏見こじらしてる。手やだはいらないと思います。やっぱりクラゲは固定なのね。まあまあまあ認めないけど。てかこの髪型こいつウマ娘だ。走り出しそうだね、君の相場があって走り出しそう。キタキツネだから多分ね、あのキツネみたいな感じなのかようわからんけど、私も最初見たとき、あのこの横のこれ耳かと思った。これウミズキクラゲの天ぷら、間違えた、ウミズキ天使。食いもんだろう天ぷらは。なんでクラゲの天ぷらって美味しいのか、そもそもほぼ大半が水だぞあれ。揚げたら蒸発しそうだけど、どうなんだろう、プリプリ感はなくなりそう。で、何の用意、一体なんか元気がないみたいですね、滝田さん。わー、もしかしてあれが響いてるのかもしれないね。キクラゲならワンちゃん。あれあれキノコじゃないっけ、キクラゲって。キクラゲってキノコじゃないっけ。メンダコよりは泥臭くなくた。実際にあるらしいもんね。なんかでもなんかこうプリプリした食感楽しむからサラダとかに入るっていうのは聞くけど、私もあのいただいて食べたけど、酢の物みたいな感じで普通に美味しかった。食感はプリプリしてました、歯応えは。笑っちまうぜ、極道ががん首揃えて健康診断のってよ。俺死ぬ準備ならいつでもできてるってのにさ。ウマ娘で笑っちゃった。お名前がよいしょ、コックさん、はじめまして、水木ルナです。遊びに来てくれてありがとう、ゆっくりしててね。ウマ娘駆け抜けていきそうな耳がついてたから。よいしょ、それを聞いて安心したと。え、なんだよあれ、親父さんから聞いてないのかい。君の手術ミス、早急に手を打たないと命に関わる可能性もあるそうだよ。これが響いてるらしいね。プリティープリズ。あー、どことなくってこと。でもさ、ウマ娘になったとしてもあまりこう、すごい走れそうには見えない、腕っぷし強そうだけど。腕っぷしは強そうだけどさ、なんか、馬になったとしても早く走れなそうな感じが否めないよね。大切なものを守るために戦ってそれで死ねるなら本望なんだ。みなみちゃんに相手を連れてきてくれよ。あんた俺の弁護士なんだろ。ウマ娘から、ウマ娘呼びからのディス。いやもうなんかすごい暴れてるから滝田くん。すごい暴れてるからちょっとね、あのこういう感じの。こういう感じのちょっとなんかやんちゃ感すごいなっていうのがあるから。ついつい本音が。耳のピアスブチッとやりたい。2つついてるからね、1個引っ張ってもいけるやろ。1個引っ張ってもいけるやろきっと。確か
かでレース本番に完走で他の馬なぎ倒していくかもしれないよ。さあ今気づいたけどヒゲ生えてんだねちゃんと。あんた俺の弁護士なんだろ。やれやれ世話の焼ける依頼人だな。来月結婚されるそうですね。そうさ、もう杯を交わすの。みなみちゃんも来月からはうちの一家さ、最高だよな。やれやれ相当惚れてるみたいだ。なんでこんなに惚れてんだろう。あのお二人はどうやって知り合ったんですか。みなみさんに聞いてもはっきり教えてくれなくて。あーそれな、彼女が言わないんなら俺の口から言うわけにもいかないっしょ。朝から妹あれがすごいよ。朝から妹あれがすごいよ。震えてるよ私は今。妹あれすごすぎて震えてるって。逃げ切れずに最下位とかがすごいディスられよ。もうデレデレし始めちゃうからねこの子ね。震度妨害多すぎて登録抹消されてみんなひどい言いようだ。すごいすごいディスり感が半端ない。なんだあっちは知ってんのかやんの。すごいね。なんか強いらしいじゃん意外と腕っぷしは。なんか見てる限り。リスナー漏れです。弁護士に喧嘩売ってるからな。まずな。こっち側驚きくんこの子の弁護士なのに弁護士にちょっと敵向き出し感だったからね構えがね。坊主に買ってしまおう髪の毛全部。まずはこのねオレンジ色からねちょっとそぎ落としたい気もするけど、もうくるくるしてる。このね指の動きがちょっとイラッとするからね、ここをまず借りたいよね。突然の尊厳破壊が依頼理由を散歩。いやでも坊主にしたらさちょっとこう落ち着いて見えるんじゃないきっと。なんか やんちゃ感今否めないからさ、極道にはこうねもしかしたら落ち着いた感じも必要かもしれない雰囲気。なんかさ、昔のこと忘れたいらしいのよ、彼女。みなみちゃんってさ、なんか守ってやりたいって感じだろ。若気の一体、このことか。やばいって、内面見てないって、危ないって。くるくるした後、ブチってして。私はね、指輪に髪の毛挟んで抜けてしまえって思ってるよ、大丈夫。貼られた後も手癖でたまにくるくるしようとして、その後死ぬ。落ち込むよみんな言うじゃん。みんな滝くんへの当たり強いな。いらこれがバカっぷりです。皆さん名物ですねこれがね。うん、逆転裁判名物バカっぷりってやつですね。これソフトクリームでしょ。え、何味なんだろう、オレンジ。それとも栗とか。弱いんだよな俺ああいう子にさ。絶対他に似たような子出たら惚れるだろうよ。昔のことを話したがらない恋人か。指輪に挟まり抜けてしまう。想像できて笑って。すごい現実的でしょ。あの被害者の宇狩照夫さんと何があったんですか。マロンクリーム、ちょっと美味しそう。ピキピキしてる。やっぱり顔持ち弾かれるんだな YouTube。 なんだろう。北狐一家は隣町のなんて読むの、花田は、花読めない難しい感じが。花田吉組って読むのこれ。なんか読み方見せてくれた気がするけど
うん、放送中。それで何半年前。カタギ。あ、カタギ。カタギ組か。ありがとう。カタギ組だ。ありがとう。そういえばなんかそんなん書いてあった。カラフト？カカタギって読むんだ。多分これで読んだような気がする。てかカタギ組、カタギと。一応組だからあれなんじゃない、ヤクザなんでしょ、カタギっぽい一般職業の人。でもなんかさ、銃弾で撃たれてたやつはサラリーマンの格好してメガネかけてる人が撃ち込んでたよね、この人に向けて。それで撃てられちゃった。ほらすごくない、カタギっぽい匂いしないよ。カタギっぽい匂いしないよ、やばいって。強そうだもん、絶対タキタくんより強そうだもん。これはカタギに見せかけてます。ヤクザなのにカタギ組。変態のみんながシスナ乗ってると。すごいね。やっぱり皮をかぶっているのか、みんな皮をかぶってるのか。仁義を知らねえひでえやつらさ。マトリックスのエージェントっぽ。確かに、だってさ、普通にサラリーマンでこうスーツ着てるのに滝田君と並んだら、あのさっきの肩木組の人の方が強そうなの、どうしてなんだろう。落ち着きがあるから、やっぱりね、やっぱり滝田君坊主にした方がいいんじゃない。これ相手首じゃなくて公安とか。潜入捜査官とか、まさかの。あ、滝田君捕まろうとしてるじゃん。そんな私は紳士です。どうでしょう、どうでしょう、私の目を見て言えるかい、大丈夫かい、それ私の目を見て言えるかい。心臓に一発、なんで死ななかったのか。今じゃ北キツネ一家の七不思議の一つになってるぜ。それでうかり外科医院に入院したわけですか。なんせ組長の息子だからな。病院の連中としても死なせるわけにはいかなかった。確かにこの人の親父さんに睨まれると本気で命の危険を感じるからな。すごい、なんか舐めるように見てくるじゃん。なになになに、でも片木組さんに撃たれた弾丸はまだ摘出されていなかった。その弾丸が滝田さんの命を狙っているのか。今もあの医者わざとだ、肩木組の手が回っていたのさ。事件当夜のこと聞き出しておきたい。極道ってのは我の道だ。我にこそ男の美学がある。わかるだろ。いや、わかんないっす。あ、いや、わかんないっす。そんななんか舐めるように見られても、舐めるように共感を求められてもわかんないっす。ルナは催眠術を使った。リスナーは眠ってしまった。眠っちゃったの？催眠術で本音を聞き出すんじゃないの？ファンクラゲ、梶山先生来てくれてありがとう。今ね、逆転裁判の探偵編をしててね、容疑者から事情聴取を行っております。事情聴取なのかな。見抜き女の子だから分かんないな。思考タイムでも顔切りしてくるのずるい。ね、ちょっとね、あのね、隠しきれていないこの気持ちね。まあ、みなみさんはそこがもしかしたら可愛いって言ってたから惚れたのかもしれないよ。はぁ、あ、やっぱカップルだ。考えただけでも胃もたれがな。胃もたれがな。しんどいな。目を見つめたら意識が。それ普通に眠気に睡魔に襲われてだけでしょうよ。それ睡魔に襲われてるだけでしょ。悪はヤクザだよ、極道は、人形って読むのこれ。お前はダメだ。す
すごい、もうコテンパンにやられてる。泣いちゃうかもしれないよ、滝田くん。ヒット発端の時代はもうおしまいだなんて言ってよ。いいじゃないですか。原神とかついついヤクザがテキストで出てくる。え、そうなんだっけ。あ、そっか、あのなんか荒くれ者とかいろいろ出てくるもんな。バカ言え、金儲けに何の美学があるんだよ。ワルってのはな、スカッと生きてあっさり死ぬもんさ。軽いな。やれやれ、見てな、俺が組長になったら悪い奴らのかっこいい世界を作ってやるぜ。すごい、なんかさ、え、この人いくつ、19歳って書いてたわけ。え、なんかさ、中学校から抜けてない感すごくない？あれ、もう巷では成人してないとおかしい、おかしいお年頃なはずなのに、おかしいお年頃なはずなのに、中学生の青臭さがすごい抜けてない気がしない？どうして？高校生のヤンキー、チンピラ臭すごいもんね。なんかちょっと生きたヤンキー感すごいもん。ガキやな。これで、これであれだよ、これであれだよ、結婚するって言ってるんだよ。大丈夫かな。なみさん、なみさん、ちょっとあの考えた方がいいんじゃないってなるけど。アンバーのうさぎ白車はヤクザまではちゃんと数えてたらしい。893までってこと？そうなの？え、そうなんだ。あ、そっか、あのうさぎ白車って名前なのか。なぜ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 、婚約者いるのにこんなに子供っぽいの、なぜなぜになっちゃうから。すごいね、可愛いもちょっとなんか大丈夫、強そうに見えないよって感じの構えです。ヤンクミに殴られ、市内で一発ペシンってやられちゃいそうな匂いするよね。バルはどうかと思うけど、夢があるっていいですよね。平和な子だよな。あー、なるほど。まあとりあえず証拠品とかを突きつけていきますか。あの小刀は何なのか説明してもらいましょう。間違えた。このピストルと小刀ですけど、両方ともうちの組のモンスター、俺がこっそり持ち出した。ピストルも持ち出してたんだ。これ目をちゃんと下を向いてんの細かいよね。じゃああの晩川津さんが見たという犯人は？俺だったんじゃねえか。あの晩あそこにいたし。なんでそんなにあやふやなの。ぐっ、おしまいだ。あの滝田さん、事件当夜のこときちんと聞かせてもらえませんか。この物おじしないとこなんか気に入ったぜ。早くな。ねえ、やっぱりさ、可愛い女の子には弱いの。え、やっぱりそういう感じ、ちょっとお茶目っ気あるとかさ、ちょっと清楚な感じには弱いの。大丈夫、それ浮気しない。だってそれ浮気しない。ヤンクミに殴られそうか。いや、もうだって一回しばいてもらわないといけないかもしれないから。あの、一度はっきり聞きたかったんだけど、ちょっと今の変わり身報告しとこうか。そうだね、ちょっとね、今危なかったからね。今ね、気に入ったっていう感じのね。え、大丈夫それ、みぬきちゃんに惚れない。まあまあまあ、まあ、なるほどくんが許さないか。必要に浮気症疑われてるけど。いや、だってさ、そのなんかあまりこう結構結婚までたどり着くのが早かったっぽいみたいな、婚約たどり着くまで早かったっぽいって言ってさ、二人ともこうデレデレデレだからさ、なんかちょっとね、あの楽しくなっちゃうよね。胃もたれさせられたから、ちょっといたずら心がね。ドスでドスってやっちゃう。ここね、ガラスがね通らないから。変わり身。
変わりようがすごいもんな。えっていう、まあ、信用得られたと取っていいのか。あなたはその被害者を撃ったんですか。これにも、はぁ、はぁ、え、ピストルとさ、小刀は盗み出したんです。撃ったかわかんないの。遊び足りなくて浮気するってパターン多いらしいよ、こいつ。リスナーさん、リスナーさん、タキタクへの当たりが強い。タキタクへの当たりが強い。まあでも多いって聞くからね、確かに。うどりゃー、来たー、イモタレの仇ドス。動機は、動機は婚約者とののろけを聞かされたイモタレです。やばいな、傍から第三者から見たら超どうでもいい。超なんかタッチい理由だって思われそう。はぁ、撃ったかどうかわかんねえわけないだろ。みんなすごい当たり強い。やっぱりあれか、胃もたれが来てるか。みんな胃もたれがやっぱ来てるのか。その前髪ちぎるぞ。浮気バレて刺されて撃たれるんですね。みんな当たり強いな、すごいな。動機のキラキラぶりがかっこいい。すごいね、なんか高校生の中のいざこざ感が否めないのがすごい。でもコメント面白くて笑っちゃう。首の健康診断で俺の心臓に弾丸があるって分かった日、俺首のピストルを持ち出したんだ。結構早い。え、あの医者に俺と同じ思いを味わってもらうためにな。聞くんじゃなかった。でも実際には小刀を持って行ったんですよね。ああ、ドスパー、まあな、用心深いのさ俺は。そしてあの病院へ向かうその途中、公園でやつと出くわした。なぜか屋台引いた。この屋台を引いてたっていうのがなんか、なんで引いてたんだろうね。あの滝田さんが要求したんじゃないですか。ほら、あれ身代金感覚で、命が薄ければ屋台引いてこいみたいな。無邪気な顔でくだらねえことを聞くな。いや、じゃあ無邪気な顔でくだらねえのろけをするんじゃないよ。無邪気な顔でくだらないよのろけをするんじゃないよ。見抜き真剣だったのに。まあ15歳よこの子。そこから先のことはよく覚えてね。覚えてない。のろけに対する罪状が。だいぶね、あの登場シーンの胃もたれがインパクトすぎるんだよ私には。そう、お茶を飲みます。でも実際のところ他に撃てるやつがいなかった以上、やっぱり俺かもな。撃ったの、なんでかもなんだろうな。じゃあとりあえず移動しますか。とりあえずキタキツネのところに行きたい。当日某時刻、キタキツネ組手前。キツネなのかカモなのかはっきりしよう。どっちも動物だから一応。あ、違うか、鳥類と哺乳類だから別か。別だった。俺は屋台でも、幼馴染を超える。屋台でも幼馴染を超える。屋台で勝つのか、結局どうなのか。よいしょ。ミニキちゃん泣かしたら、極刑おるしいかと。なるほどくんがね、なるほどくんがね、殴ってくれるかもしれない。
カモかっこ哺乳類の姿やだな、なんか卵から帰らないって考えるのちょっとやだな。公園の前に人だかりができていますよ。殺人事件があったわけだからな、野獣馬が集まってるんじゃないか。でも女の子の悲鳴が聞こえ、どこと？キャーキャー言ってます。あのバイクはもしかして飽きた朝からだいぶテンション高めの BGM 流れてる。箱の中に入れて挨拶地獄みたいなことしてくやん実は外科医に戻ってきてほしくて屋台処分しようとしてたツンデレ。あ、逆に逆に代わりにそういう感じありがたいのか迷惑なのか。でも逆に捕まりそうだよね、そんなことしたら。カモシカ卵だっけえ、わかんない、どうなんだろう。鳥類卵な印象あるよあのー、今度は胃もたれで、今度はこの BGM で胃もたれしそう出た、水木パパ。あの、昔のね父親に似てるっていう話をしたんだけど、今うちには父と母がいるのでね、ほんまに話し声が聞こえるかもしれない。うんなんでダンテがここにいるの超えてきちゃった、もしかして壁を超えてきちゃった滝田くん、これが大人の BGM よ、死になさいしもういろんな作品飛び交っとるやん、すごい飛び交ってきてる。あ、コンクラゲひろきさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。今ね、続きやってるよ、2日目から。こんな父だったの。あ、こんな金髪ロン毛じゃなかったけど、うん、単発にして見たら、あの服装とかはクソそっくり服装とかは超そっくり、もう襟立ててたしでこうザラザラしたでっかいネックレスって言ってたし、うん、指輪してたし。え、この人ギタリストだったんだけど、この人ギタリストなんだけど、ギタリストだった。うん、私このキャラちょっと苦手なんだよガリュウケンジ困っちゃったよ、こんなところでファンに見つかるとは。でもおもろいのがさ、腹散らしてんだよね、こうね。なんでちょっと腹散らしてんの。キャーキャー、かっこいい。わこの声援もしかして、最近アルバムを出したばかりだからね。ほら、近づかないでもらっていいですか。君も手振ってみたまえよ。キャーキャー、かわいい。テンションが上がってるからね、もう誰でも構わないのさ。何なんだこの状況は。あの、操作ですか。やっぱりミネキちゃんはこの人王子様だと思ってるからまあね、帰ろうと思ったんだがバイクが行かれちゃってね。バイク壊れたんだ。てかガリューの G を横にしたネックレス気づかなかった私。あ、そういうことなのかなるほどね。バイクがエンジンがかからないんだ。排気パイプが詰まっちゃって。へえ、高そうなオートバイなのに。そんなことで壊れちゃうんですか。どうやら使っていたオイルが悪かったみたいでね。車もバイクも一緒さ、どんな理由であれ排気パイプを塞がれるとエンジンがかからなくなる。かかないもんだね、機械なんてさ。俺自転車派だからよくわかんないけどこのロン毛燃やしたくなる燃やしてでもさ、単発にした方がちょっと安室さんであってもうちょっとかっこよくなる気もしなんかもないんだけど、やっぱ長髪の好みの女性の方も多いからね。でもすごい人気高いんだよこの人、人気あるんだよこの人。まあとにかく僕は修理屋さんに行ってくるよ。どうもここの現場主任さんは僕が嫌いみたいだからね。現場主任、あの白衣を着た？そう、機嫌が良くないからみんな髪の毛に対して厳しくていく厳しいね、みんなねドリルはロマンだからなロマン
なのかトマなのか。あとね、ちょっとこの人のダサいあの一面を見るとね、バイクにガって書いてあるんです。実は漢字でこの人のバイクガって書いてあるんじゃなくて、この辺に引っ張ったら頭ばっかりじゃないか。ズラ、やっぱズラに見えてんのこれ。あの漢字のね、ガって書いてある、多分この辺にね、書いてあるはずなんだよ。 見えないかな。多分ね、書いてあるのこの辺に漢字でガって。ハーレーはエアクリーナーからオイル漏れる。あ、そうなんだ。詳しいな、やっぱ。赤髪ロングで一つにまとめてる男性キャラに弱いです、懺悔。赤髪ロングで ロングで一つにまとめてる男性キャラ、私も今頭に真っ先にディルックが浮かんだ。ガ、あ、そうそう、そのキーワーでガって書いてある、あのこの辺に。ちょっと今あのこの人の腕邪魔で見えないけど。そう、機嫌が良くないからね、優しくしてあげなよ。女の子の日かもしれないよ、それじゃあ。キャーキャー、かっこいい。ほら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 、書いてあったでしょ、バッチリ。ディルック当たったわ。見た、今漢字でガって書いてあんの、あれがちょっとダサい、ダサい、ちょっとダサい感じ。ほおずき刑事さんは今日も低気圧か。突然の女の子の日、イライラしやすいからね、正直。ちょ、鼻かんでいい？お鼻かみたい。よいしょ。噛みました。許可ありがとう。ダサポイント見逃さ。あれがさ、ネックレスにつけてる G みたいなあれだったらまだかっこよかったのかもしれないけど、あえて漢字っていうのがなんかすごいよね。いろんな意味でセンスを感じます。この子も15歳で、この格好で普通に街中歩いてるとかやめてます。いや、でもこの子あれだから。マジシャンだから。可愛い女の子はフォローを入れないといけない。マジシャンだから。なんだっけ、ああ、公園に入るのか。母と父がお買い物に行きました。連絡が来た。許された。でしょ、かわいい、かわいい女の子は許してあげよう。かわいい女の子は許してあげよう。同日某時刻、人情公園内、15歳、この格好は作中最大の闇。いや、もうこの作品みんな飛び抜けた格好してっから、みんななんかすごい格好してるから。触れちゃいけない、そこは暗黙の了解だ。昨日は地面に青いシートが敷いてありましたから、あ、そうだっけ、あ、あそこ昨日の白い刑事さんですね。あかねちゃん、ゴミ箱に向かって土下座して必死に謝ってます。どこと、かわいそうに、きっと捜査が進まなくて少し頭がおかしくなっちゃった。ちょっとあんたたち内緒話なら聞こえないようにやってくれないかな。あかねちゃんかわいいよね、ツンデレ感。ほら、ポケモンとかでいそうじゃん。うん、トレーナーとして待ち構えてそうだもん。マジシャンですって。シートが敷いてある。今一瞬、小声えた風が
抜けたような気がする。エアコンつけてたっけ。いや消えてるわ今一瞬スーってなった辛辣できた驚きくんめっちゃはっきりものを言うよね。ポケモンにいそうでしょ。ああいうここマジさんの美人のお姉さんどうしてるのかな。どうなんだろう。一応罪を償うって言ってたけど、うん、どうなんだろうね。あかねって、123の特別編、そうそうそう、その、あの妹ちゃん、あれお姉さんを確か弁護するんだけど、確かなるほどくんがその時のあの妹ちゃん、こんなに成長したのよ。こんなに成長してあの警察になったからね、刑事になったから。リスナーの吹雪逆転裁判からのねやつに気づいた。やっぱりみんな親父ギャグへの視点が鋭いな冴えてるな。ルナちゃん冷凍ビームやめて。私じゃないよ。え、私じゃないじゃん。逆転裁判じゃんやってんの。私ちゃうじゃん。美人姉妹だよね本当に。お姉さんどうなってんだろう、本当に気になる。あ、刑事さんどうも。なんか今日もご機嫌な鍋みたいですね。ほんと最低ね。新しい道具はうまくいかないし、ジャラジャラしたお兄さんには優しくされるし。ジャラジャラガリュウケンジさんのことかな。普通チャラチャラしたって言うんじゃん。あの人が歩くと鎖がジャラジャラなって気になるの当たりが強い当たりが強いって。ババ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 、カリンと ASMR が早い。そうなんだ、最初からちゃんと見たい。でしょでしょでしょ、気になるでしょ気になるでしょ。私ツイッチでやったんだけど、アーカイブが多分なくなっちゃってる気がするな。ガーガー、何食うとるねん。カリンとカリンと、あのカリンとをねすごい食べるんだけどね、この人ストレス溜まるとカリンと ASMR 始まるの。この刑事さんが歩くとサクサクいって気になるそんなそう、ツイッチでね、確かやったから、123は。ツイッチはアーカイブがね、なくなるんだよ、確か。なんか、日数によって。かりんとう、髪の毛についてたよ髪の毛についてるかりんとうってさ、食べたいって思わないよね。もうなんか、ついててもわかんなそうだけど、茶色いから。じゃがりこ食べたくなった、テイスト。絶対さ、あのサクサクした音でじゃがりこの CM 出たらバカ売れすると思うんだよね、美味しそうだから2,3 年したらちょっとふくよかになっちゃってそう。どうなんだろう、刑事で走り回ってるから意外と大丈夫なんじゃない。めっちゃ食っとるけどね。ブーメランクさ、かりんとうの音気になるすごい、あのよくサク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 よぎるから、よぎるから。カリン糖で糖尿病まっしぐらいつでもさ、あえてカリン糖を選ぶのが不思議だよね。無限にカリン糖が出る袋お腹すたらそう、主食カリン糖になってそうだもん。髪の毛にカリン糖ついてた時気づくかより髪の毛につかないようにしよう間違いないんだよなどうついたよっていう、そんなでっかいものどうやってついたんだよってな。みんなかりんとう好きすぎでもね、私さ、これのせいでさ、なんかかりんとうまんじゅうみたいなのを見つけて、コンビニでちょっと食べたくなっちゃったもん、このゲームやってからあー、やっぱりダメ、私才能ないのかな。新しい科学操作を試しているらしい。お話ししましょうか。カリン糖服についてびっくりした頃ある。え、服のカリン糖って、え、粉がってこと？
食べたカスみたいなのがつくってこと？探しに行くと売り切れてるんだよね、コンビニの謎まんじゅう。意外と人気だよね。なんかチャレンジャーがやっぱり食べたいってなるのかわからないけど、でもこの口ぷくってして横向いてるタッチで可愛いんだよ、かねちゃん。そういえば刑事さん、なるほどさん知ってるみたいですね。パパとそのどういうご関係なんですか？新しい科学と かりんとうの匂いで釣られて容疑者が出てくるかもしれない。かりんとう科学捜査じゃないけど、でも嗅覚使ったと考えれば科学捜査なんか。かりんとうくっついてたよ、 ASMR。どうなのそれって、それどうなの。黒糖かりんとうが少し溶けていて服についたまま椅子に座ったら、気づいた、払い落として気づいた。なるほどね。あ、そっか、溶けるからか。それちょっと後々ショックになるやつだ、ついちゃったら。かりんとうの敵どす。かりんとう、かりんとう、お店のかりんとう品切れにした恨みが持ってる人が別にいるかもしれない。犬の散歩の時にかりんとう入れたビニール袋持って行って人前でお風呂に。それさ、食べちゃいけないもの食べてるって思われるじゃん。やばい人、やばい人扱いされるって。そうちゃんもかりんとうで名前呼んでもらえる ASMR ボイスさん。どこに需要があるんだそれ。誰に需要があるんだそれ。かりんとう V いそうだけどな、いないのかな。かりんとうへの熱い風評被害、犬怒られそう絶対。昔なるほどさんにお世話になったことがある。助けてもらったっていうか、そういえば言ってたっけ、事件に巻き込まれたって。私曖昧なことが許せないたちだから、科学捜査官になるためアメリカで勉強してきたんだよ。でも、刑事さんなんですよね今。なんかね、試験に落ちたみたい。軽いな、試験に落ちたみたい。今回です。もうずっと ASMR じゃんそれ。配信中ずっとかりんとう食べてみそう。でも重要なのは身分じゃない、科学の心だから。そうですよね、心ですよね。今日も通信販売で買ったこのセットを、鑑識のチームが来る前に試しまくっちゃうんだからね。大丈夫かな。ちょっと合わないんだよね、ああいうジャラジャラしたタイプは。チャラチャラね。やっぱりケンチさんはこうクールでちょっと眉間にシワ寄せて、ジャラジャラよりヒラヒラした感じが理想よね。ヒラヒラもやばいと思うよ。やべえ、薬品使いまくっておっさん。使っちゃいけないもの使っちゃったのかもしれないね。通販で売ってんのかっていう、科学捜査に使うもの。通販で売ってるようなの買うから落ちてる。間違いないんだよな、間違いない。ヒラヒラ、これもヒラヒラは何だろう、マントの元なのかね。全くイメージが湧かないな。それにそうだよ、ガリュウケンジといえば7年前、なるほどさんから弁護士バッジを取り上げたケンジじゃない。え、どういうこと。そうなんですか、あのケンジが。あなたそんなことも知らないの。なるほどさんのとこの子なんでしょ、こってな。あの7年前一体何があったんですか。俺詳しいこと知らないんですけど。自分で調べなさい、それがあなた自身のためよ。はあ、偽物の証拠品がうんちゃらうんちゃらうんちゃらーって言ってたね。辛辣。あかねちゃん結構物事バサバサはっきり言うタイプだよな。
ひらひらはみっちゃんのスカーフのひらひらだな。あるな、確かに。みっちゃんは確かにかっこいいかもしれない。そこは私も否定できない。新しい科学捜査。それでさっきから何をしてるんですか。地面にしゃがみ込んで。あ、聞きたい？聞きたい？こんなのよね、買っちゃった。これか、これなのよね。買っちゃったって私物なのか。何ですか？ローラーとノリかな。これね、足跡を、鑑定するためのものなの。足跡。事件当夜雨が降ってたから地面には足跡が残ってるでしょ。ね、足跡を調べる。あ、そういえば昨日は青いシートが敷いてありましたけど。うん、地面がぬかるんでたから一晩置いて安定させたわけ。ほら、今日の法廷で問題になったでしょ。あのパンツの大学生がもうパンツ泥棒、パンツの人で定着してんのおもろいんだよどこで事件を目撃したか。なるほど、それでゴミ箱のそばを調べてたんですね。あ、そうだ、何ですか。あんたやってみない、これ。え、いいんですか。俺たちその敵ですよいいっていいって、私の友達だもんね。いい人、いい人。カニと食べるけどパンツ泥棒、あいつ大学生だったの。そう、あいつ大学生なんだよ。理工学ぎりりりりりだら理工学部って言ってた。なんていうか、私ちょっと不器用みたいでさ、さっきからうまくいかなくて。可愛いとこあるじゃん。かりんとうマイナスポイント。いや、あの通常のさ、適量をね食べているならわかるんだけど、あそこまでこう食い散らかしたらちょっとねちょっとね、あのマイナスポイントにならざるを得なくなっちゃうというかねあるでしょ、ほらパンツ学部に移動しようみねきちゃんのパンツの謎を解明する会ってことどんな学部なんだ一体かりんとうさん、いい人。そう、あかねちゃんは可愛いんだよ。あかねちゃん可愛いとこあんの髪型さ、可愛いとこあるでしょ。あかねちゃん、あかねちゃん可愛いこと、可愛いとこあんのよ、すごく。わー、みねき得意なんですよ、手打ちうどんとか。手打ちうどん宇宙うどんって器用なんだ。足跡検査やってみましょう。待って、パンツ学部のミヌキを一息でどういうこと、どういうこと。よしよし、じゃあ説明するね。何ほおずき刑事さん、説明書を広げてますよ。やれやれ、使うの初めてみたいだな。まずやっぱり調べる足跡を決めないとね。の足跡の場所は私がマークしておいたから。そうだな、どの足跡から行こうかな。とりあえず被告人の証言を確かめたいから、ここ、この足跡を調べてみようかミネキって名前がそういうことなるほどねそういうことね。わ、何？よし、じゃあ行くよ。まずは残される。あー、出た、この科学捜査。これ、このね、はかねちゃんの科学捜査めっちゃワクワクする。当時私がちっちゃい頃やったけどスルーした下ネタを追い上げてトスされたから、それをみんなに返しとくわ。残された足跡にまんべんなく石膏を流し込む。はい、やってみて。どうやるんですか？スペース、あ、はい、わかります。キーボード使うんですね。はい、こんな風に。うん、そう、科学操作楽しいのよ。なるほどね、やってみるかな。ビーカーの中の石膏がなくなったらやり直し。わかりました。これね、ちょっと難しいんだよね。これね、いい感じに確か広げないといけないの。足りるかな？あ、足りた。
これねるねるねるねでやった？ねるねるねるねで、え、固めるやつなんてあるの？絶対ここ、あの、ここ一回分絶対あったじゃん。ここ一回分絶対あったじゃん。一回分メール量絶対あったじゃん。今残ってたじゃん。気になる。なんか飲んでない音的。確かに。ごくごくって聞こえる。見かけによらず。それじゃあ次ね。色が白くなるまで石膏を乾かしますか。ドライヤーを使ってスペースを押した場所に、熱風が当たるからね。これ楽しいのよ。隙間気になるよね。石膏の体の中で固まっちゃうよ。内臓の形が取れんじゃない。はい、やってみましょう。はい、これ楽しいんだよね。あの化学操作パート、層の化学操作パートめちゃめちゃ楽しくて、私すごい好きだった。そう、無駄に凝ってるでしょ。石膏ってバリウムと一緒なの。固まったみたい。早速見てみよう。おお、取れた。おお、しっかり取れたね。次はインクをつけないと。すごいね、凝ってんのよこれ、内臓が。それで病気がわかるかもしれないからね、レントゲン撮った時に。レントゲンなのか CT なのかわかんないけど。今度はこれ、ローラーで足跡の部分だけインクを乗せるの。スペースでローラーの絵をしっかり握って動かすんだよ。はっきり出るまでゴロゴロやってみよう。はい、これ楽しいんだよね。 DS 当時これやってた。私は DS だったんだけどさ、この化学操作パートマジで好きだった。もしかして当時の頬の特典のヘッドホン持ってた？え、持ってた。え、持ってた。逆再シリーズ大好きすぎて。その前に詰まって終わりだよ。確かに固まったら取り出せないかもしれない。取り出せないかもしれない。隙間消えたんだから、みぬきちゃんのマジック。確かに消えたわ、隙間。さすがだね。さすがだね。出てこなかったのはそういうことか。裏でやっぱりやってたの。裏で手を加えてた。自分で固めた足型がいきなり外れたらドキドキする。そうだね、ちょっとびっくりするかも。なんかこうワクワクして外してるけど、今内臓がないぞ。あれ、やっぱり、俺落ち、やっぱりエアコンついてた？あれ、やっぱエアコンつけてた？やっぱりリスナーさんさ、親父ギャグの子さ、なんか、視点がすごい鋭いよね。リスナーの冷凍ビーム、みんな凍っちゃうって。みんなカッチンコッチンに凍っちゃうよ。足型を取ってみよう。はい。それじゃあ行くよ。おお、楽しい。楽しい。それじゃあ照合してみようか。うん。おお、すごい。え、全員分の足型がさ、ちゃんとあるのすごいね、これね。お前靴の裏にもついて書いてあんのか。おい、お前靴の裏にもついて書いてあんじゃねえかよ。すごい、全員分あるよ。え、すごい、全員分ある。全員の足跡見ようぜ。あ、下駄かな。ああ、麦つらの親さん、髪の毛も麺なんだね。髪の毛も麺の形してるんだね。ルナの吹雪効果は抜群だ。リスナー凍りつきになってしまった。これ火炎放射で溶かさないと。柱の裏の字ゴキブリかな。うわぁ。2つついてたよ、字って。あかねちゃんヒールなんだね。こう隙間空いてるから多分ヒール履いてんだな。字が2つついてんのおもろいよな。ちょっと笑っちゃう。
まあ滝田くんらしい、なんかガム踏んでるけど大丈夫？なんかガム踏んでるみたいな感じだけど。ねえ、ヒールだったね。すごい、この科学操作めっちゃ好きなんだよ。これ楽しくて、フォーがね、すごい、ちょっと狐の足跡なんじゃない。狐マークは何もなかった、なんかガム踏んでたけど。来た来た来たの足跡か。やっぱりあの子はあの晩事件現場にいたみたいだね。すごいすごい、なんか科学してるって感じでしょ、でしょ、生きてるって感じだよね。そこまで行ってない。ちゃんと称号の、間を入れてくれるのワクワクポイントだよね。指紋もそうなんだけど、あの科学操作がね、いろいろできるのがこのゲーム面白いね。 DS だと指紋だとフーってマイクついてるからフーってやったりする。もっとやってみたかったら私に話しかけてちょうだい。一応私も頑張ってみるし。ケンジさん異常に嬉しそうだな。おー、これは行きましょうか。全員の足跡を鑑定してやろうぜ。小学校の版画を思い出した。だってこれ初めて会った時は小学生だったもん。初めて会った時、これ私小学生だったもん。それワクワク感あるでしょ。大人になってこの懐かしさを味わっているんだ。以上、ケイジさん例のあれお願いします。おー、やる気じゃない。まだ鑑定してない足跡があるもんね。ではでは、まず調べる足跡ここかな。どうやって流そうかな。この流すところ意外と足りなくなるんだよね、石膏がね。あの綺麗に流さないと。意外とシビアだった判定が。あ、ゲームの方か。ゲームの方で。オッケー、いい感じじゃない。それじゃあ次は乾かさないと。確かにゲームの人だといい落とししてるもんな。みんな見てきたんはギリギリセーフかもしれない。はい、オッケー、じゃあ取り出してみようか。外れた。うん、しっかり取れたね。次はインクつけないと。はい、インクつけます。おおお。よし、いよいよね、足型を取ってみよう。それじゃあ行くよ。ポン。ほっほっ。楽しい。これ？なんか変な跡が出てきた。これ靴なのかな？確かに変だね。つるっとしてる。え、これスリッパじゃない？さっき拾ったスリッパ。ポン。楽しいね。ポンって押すの楽しい。その代わり、木の葉が一枚くっついてますけど、関係者の靴には明らかに当てはまらないね。謎の跡か。え、私この正体持ってるよ。え、私あの正体持ってる。これじゃねえの。絶対これでしょ。ほらほら、絶対これだって。で、まあまあまあ、とりあえずね、あのもうちょっと足跡を検出しよう。ほらねえ、ほな有罪か。あ、やっぱりタキタク有罪か。もうしょうがないよね。うん、みなみちゃんにあのデレデレしてて。すごい、なんか根に持ってる人みたいなんちゃう。ケイジさん、例のあれもう一回お願いします。有罪にしたくなっちゃう。あんたも科学の素晴らしさが分かってきたみたいじゃない。まず調べる足跡はこいつ、パンツ泥棒かな。本当になんか飲んでる音に聞こえるんだけど。あ、ポン
回はちゃんと綺麗に終わったじゃん。まあ犯人なんじゃ仕方ないな。そうだね、もうこれはもう有罪にするしかないね。オッケー、いい感じじゃない。無罪になってからも罪おかしそうだから。間違いないかもしれない。いい感じになったね。リア充収監される。カンブルに対する恨みがすごい強い。これ茜のじゃないんかい。違うみたいだね。あ、はい、乾かします。これ楽しいんだよな。これ楽しいんだよね。オッケー、じゃあ取り出してみようか。おお、しっかり取れたね。次はインクをつけないと。はーい、インクつける。よいしょよいしょよいしょ。あは、絵が持ってない。だから大丈夫だ。絶好の出す会社。怒られちゃう、あかねちゃんに。落ち着け、落ち着く。一旦お茶飲もう。一旦お茶飲ませた。悔しくて発狂しちゃった。綺麗にさ、綺麗にインクつけてやろうと思ったら、ルナしくじるの巻き。普通にしくじったよね、今ね。やったわ、やっぱ持ってますね。はい、乾かします。なんかさ、楽しすぎてウキウキしちゃってるからそのせいかもしれない。はい、取り出してみる。はい、しっかり取れた。インクをつけます。わしくじっちゃいけない。わしくじっちゃいけない。ちょっとスペースちゃんと使おうか。え、下濡れね、え、下濡れねえけど。よし。濡れてんのか、それ。濡れてんのか。また乾かせで、やった。もう一回遊べるのだからね。石膏からまた工作できる。いよいよね、汗型取ってみよう。それじゃあいくよ。はい、ポン。取れた。それじゃあ照合してみようか。はいはい。あーってなる。ねえ、あかねちゃんの靴じゃないんだ。パンツ泥棒じゃん。やっぱパンツ泥棒じゃん。お、上質に止める。ねえ、パンツ泥棒の足跡だった。かわず凶作の足跡か。これで彼の証言が裏付けられたわけか。あのパンツ泥棒の子は。もうパンツ泥棒で定着してんのやばいって。やばいって。ここで事件を目撃したみたいね。パンツ泥棒。じゃあ、まあ、お話ししましょうか。謎の後ね。キャラね、みんな怖いよね、逆さ。楽しい。それも面白いけど。このつるっとした跡、普通の靴じゃないよね。足跡だと思いますけど、これ一つしかありませんね。しかも、なんでこんなところについてるのかな。そういえば、やたぶき屋の屋台のすぐ横ですよ。気になるなぁ。ねえ、君。はい。何さっきから黙ってるの？もしかして、心当たりがあるとか？この謎の跡に。地面に残された謎の跡、何か引っかかるような。総合品を見せましょう。私は持っているんです、この答えを。確かに見覚えがある。あとですけど、多分これだと思いますよ。こちらのスリッパです。よいしょ。多分それ、このスリッパだと思うんですよ。スリッパ、
なんでこんなところにスリッパが？でもほら、このスリッパ、裏見てくださいよ。うわ、なにこれ？ペンキがべっとりついてるけど。ここ見てください。あ、これは木の葉の形。よいしょ。ここで底に張り付いた葉っぱがペンキを踏んで剥がれた。そう考えられませんか？ミステをやり、あんた自身の答えってやつを突きつけてやったぜ。このスリッパ、うかり外科医院って書いてある。そう、被害者の病院のものです。それってつまり、うかり外科医院が事件に関係してるってことですよね。何食ってんだろう。あの刑事さん、お願いがあるんですけど。な、何？うかり外科医院、調査させてもらえませんか？おまわりさん、入れてくれないんです。事件との関連性が証明されない限り立ち入り禁止だって。いいわ、私が何とかしてあげる。優しいね、あかねちゃん。私の道具を使ってここまで鮮やかにやられちゃったらね、こっちも何かいいことしてあげないと。優しいよな、あかねちゃん。やっぱありがとう、ほずき刑事さん。ほら、これを警官に見せれば入れてくれると思うよ。この弁護士と魔術師をウカリーに入れること、責任はガリュッキュ。自分が取るって書いてあるのかなってちょっと見たら、ガリュッケンジが責任取るって書いてあって、くさ。恨みたたきつけててくさ。あかねちゃんへの信頼が厚い。100たきたでも足りない。これは足りないですわ。これは足りないですわ。むしろいいことしかしてもらってないんだよな。あかねちゃんファンになります。地上ファンになっちゃうでしょ。かわいいのよ。かわいいのよ、あかねちゃん。こういうちょっといたずらな面も合わせてね。やってねー。偽装。怒られないのかな。まあ、許してくれそうだけどね、ガリュウケンジな。責任を押し付けてさ。ちょっとね、あのツッコミどころ満載だったな。笑っちゃったよ。これ大穂くんって言うんだよ、このキャラ。このキャラ大穂くんって言うんだけど、あ、ちゃんとな、え、待って、は、ね、ハートマーク書いてある。可愛くない、このギャップ。あがねちゃんのあの、このギャップです。ちゃんとハートマーク書いてある。細かいよね、こういう作り込み。まあ、ガリュウならいいか。まあ、あれでもつけてもどうにかしてくれそう。なすりつけられてたね。もうなんかべっちょりなすりつけられてた。かわいいでしょ。信じた結果これだよ、ガリュウキです。まあ、あの恨みを持ったらしょうがない。え、なにそれ、知らん子。え、ってなりそう。え、いるとっけみたいな。まあまあまあ、あの、あかねちゃんの機嫌が悪いっていうのをガリュウケンジ知ってたから、知ってたから、あの、ご機嫌取らないといけないから。ハートマーク可愛いよね、あの、ちゃんと書いてある。あかねの字が若干怪しい、マイナス5点。確かに草冠があるのかつ西に見える。私も若干明かりが西にしか見えない。私もちょっとさ、あの、なんかほおずきの月も丘に見えない若干。まあ、これがいわゆるギャップってやつですね。ではでは行きましょうか、うかりんで。あの、驚きくんも気づいてるってに、あの、そのまま何も言わないところが面白いよね。なんか物騒なこと書いてない？物騒なこと？え、ガリュウ、ガリュウケンジに？さっきのあれ？これ？むし、ん？れ、な、え、なんて書いてあるの？ここ？読めない。
虫として死ぬのは人として死ね。これなんだろう、霊媒師、警察、本人読めない。虫として死ぬな、人として死ぬって書いてある。すごいな、よく気づいたな、リズナさん。でもなんか人としてなんとかっていうのも見たけど、ほんま。どういうこと、衝撃なんだけど、私も物騒で。この逮捕くん、あの逆転検事のねやつで、すごいみんながトラウマになるシーンがあるんで、この逮捕くんがね、みっちゃんをこう切りかかろうとするシーンがあるんだけど、あれ結構トラウマになるっていう当時言われてた。よくわからんけど戦時中のグッタ。でもその割にさ、その割に結構見落としあるよね、桃の警察ね。逆裁の警察結構見落とし多いけどな、あのスリッパとか消耗品になるのに、ミラーも含め、なんで見落としてんっていう。汚職全然ある。これブラックで通報しないといけないかもしれない。ブラックで通報しないといけない。プロト太陽くんだって。そうそうそう、なんかね、あったんだよ、そういうのが。そのワンシーンがすごい。だいぶトラウマみたいな。気になる方はぜひ調べてみてください。逆転検事も面白いんだよ。リメイクしてくれないかな。逆転検事も結構キャラが濃くて好きなんだけど。確かなんだっけ、指令書はスリッパをあかねちゃんに突きつけとかないともらえないんだよね。ではでは、おちゃんつところに行って突き出しましょうか。ガリュウ検事にすべてなすりつけて。当日坊主国やたぶき三択前。あ、君たちまた来たの。うん、分かってほしいな。そんな目で見られても今日は入れるわけにはいかないんですよ。今度はそうはいきませんよ。これがありますからね。これは宝月刑事殿の。昨日は我流検事、今度は宝月刑事殿。君たち一体何なんだい、弁護士だってのに。かえって不審人物を見る目になってしまった。検事って確実性あるから起訴するのに逆転しないといけないのがすごい。本当にね。でも我流検事一番まとも、現時点では他の検事に比べて一番まともな説あるから。かえって不審人物を目に目になっちゃった。まあ指令書がある以上追い返すわけにはいかないか。ありがとうございます。よし、行きましょう。ドロキさん、ではうかり外科医院に入りましょう。入ったぞ。てか左上のキャンペーンもよく見たらやばい、やばいですよ。10針割引だからね。物騒な魚飼ってんな。またピラニアかこれ。BGM とかエアギターもなかなか。確かに。もうキャラがね。ただあれはまあ、ちゃんとね、ちゃんと証言とかは嘘言わせたりとか、こうね、強行的に圧をかけたりとかしないから、まあまだみっちゃんみたいな感じのね、空気があるかもしれない。必死でフォローしてるけど、私はちょっとね、空気感苦手だけど。コーヒー投げつけたり無知でめった打ちにはしない。間違いない。ケンジのキャラも濃いんだよな。中は結構こじんまりしてる。公園で起こった殺人事件とこのうかり外科医院、何かつながりがあるような気がするんだよな。このクマがちょっとね、ちょっと不気味感をね、醸し出してますね。夜中とか動きそうだもん。警察の人たちそこまで考えてないみたいですね。被害者のお宅ってことで軽く調べただけみたいだ。警察の人たち今日はもう帰っちゃったみたい。さりげなくいろいろな手がかりがありそうですね。思う存分調べちゃいましょう。はーい、調べましょう。あれ、この靴見覚えない？え、みなみさん、え、なんでこんなとこにあんの？
足だけサンダルが、一足だけかサンダルがあります。でもなんでそんなとこにあるんだ。どこに、そこにあるってことは患者さんのサンダルだよね。お客さんかな、うかりいんとうさんの。それなら自宅の玄関の方に行くだろ普通。それにどうやって帰ったんでしょうねこの患者さん。一応ちゃんと調べてみるか。え、みなみちゃんのサンダルっぽいけど。スリッパで帰った。なんか怪しくなってきてない？驚きさん、これってこれは足の指の跡かもしれないね。ということは指紋が取れるかも。ちょっとやってみましょう。わあ、出た、科学操作。すげえサンダル。あ、でもね、あれ履いてる子は結構いるような気がする。女の子の中でもなかなかおしゃれなんじゃないのサンダル。可愛いと思う。出ました。これ DS だとね、あの息吹きかけるのよ、フーってするんだよね。ちなみにあのゲームだと R を押さないといけないんですけど、押した。よし、出てきたぞ。科学操作のテンション笑っちゃった。あの4の中で一番好きなの科学操作だから。ちょっと待ってください。取れたのはいいんですけど、足の、指紋リストなんかありましたっけ。あ、そっか、刑事さんからもらってないね。ということはこれだけじゃ照合できないのか。こういう時こそ刑事さんに相談してみましょうよ。そうだね、そうしよう。あかねちゃんに後で突き出すんかな。 OK、 ではじゃあちょっと調べますか。よいしょ。ここにいっぱいラーメンのあれが置いてあるのはやっぱり中から出したんか。こっちのドア、院長室って書いてあります。被害者の私室なのかな。鍵はかかっていませんね、残念ながら。なんで残念なんだよ。見抜き、鍵開けが趣味みたいなとこありますから。ピッキングってこと。自転車の鍵なんてあんなのかかってないのと一緒。その趣味あまり人前で見せない方がいいと思うよ。え、驚きさん、今のドアの向こうから誰かいる。行ってみよう。侵入者だ。あの窓から逃げたんだ。待ってください、今追っかけても無理です。パンツ泥棒を追いかけた経験が生きてるみたい。しっかりやばいやつ。すごいね、ピッキング趣味ってなかなかやばい。とりあえず警察に知らせた方がいいね。それよりもこの部屋を調べておきましょう。警察の人呼んじゃったらつまみ出されちゃうかも。そうだね、大人として肩の下。こうなった以上この病院事件と無関係とは考えられませんよね。うわー、なんかすごい汚い。こぼれてる。何を保管してんのこれ。パンツ泥棒の次は空き巣かな。はこれはね、空き巣はまだね、あのやばいやばい匂いすごいけど。パンツ泥棒を追いかけるのやばい。パンツ泥棒を追いかけた経験が生きている人生もかなりやばい。間違いないんだよな。空き巣。うわ、かわいい金庫。こいつは4桁の数字を入力するタイプのロックだね。お、すでに2桁数字が入力されています。7、9。これってもしかしてさっきの侵入者か。開けようとしていたんだ。そうなると金庫の中身が気になるな。なんとか暗証番号はわからないものでしょうか。最初の2つは分かっている。7、9、あと2つか。驚きさん、法定記録に何かないんですか。残りの2つの数字が指紋ね。何かあったかな。あるぞ。1つだけ思いついたのがあるんだけど。さすがです、驚きさん。何ですか。要するにどのボタンが押されているか分かればいいわけだろう。こいつを使えば残る2つの数字が分かるはず。こちらです。さあ使えますね、この指紋認証。指紋認証庫分かんないけど、ボタンを押すときって当然触るわけだよね、ボタンに。あ、そうか、指紋
金庫を開けるとき暗証番号以外のボタンは押さないだろ。だから指紋が残っているボタンは当然暗証番号のキーになります。すごい驚きさ、見抜き尊敬しちゃうな。かりんとう、かりんとうでどうやって見つけるんだい。砕くのか、かりんとうを。起きた。銀行ゴーッとするゲームでこれ利用する。え、そうなんだ。あ、じゃあ結構ガチなやつなんだね。壊れないのかな。壊れないらしいよ。かりんとう倒して裏なんか鉛筆転がしみたいな感じのと同じ匂いがする。見てごらん、7と9。これ手袋の跡ですね。侵入者は手袋をしていたわけか。侵入者の正体はわからないけど金庫を開けるには十分だ。やってみよう。違う、逆か。7 9 5 2。これリアルだよな。来た、開いた。なんかでっけえ、え、銃弾があるんだけど。開いた。これはカルテですね、多分。レントゲン写真と一緒に一組だけ入っています。レントゲン写真か、見ても意味がわからないな。カルテも読めないしドイツ語だから。でも名前のとこは日本語です。患者さんの名前は来た来た来た。あの滝田さんですよね、依頼人の。どうしてこのカルテが一組だけ金庫に。医師のサインは担当医うかりてるおか。え、どうしたんですか驚きさん。ここカルテ処理担当者の欄、担当看護師。うわーうわー、なみなみなみ、滝田くんの婚約者だよな、なみなみなみさん。なが1個多いです、驚きさん。なみな、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 なんて言った、なんて、なんて言った。え、なみなみなみなさんなんでここに彼女の名前が、みなみなさん普通に読んでた。やたぶきの出番かもしれない、これはこれは婚約者、銃弾のこと知ってた、知ってたっぽいね。今ヒヤーってしたよ、ゾッとしたもん。ドロドロ、これが出会いのきっかけ。そうみたい。なんかちょっとみなみちゃん怪しくなってきたな。知れませんよ、でも名前があるってことは。どうやらこの病院のスタッフみたいですね、みなみさん。どうして今まで教えてくれなかったんだろう。それはやっぱり何かの理由があったんでしょうね。なみなみなみさんは、うかり外科医のスタッフだった。しかも、きたきたきた、なんで全部ひらがななんだよカルテを処理している。木が一個多いです、驚くさん。きたきたきたさんか。うん、このカルテ、なんとかして内容を知りたい。紛らわしいなぁ、これ。誰か助けてくれそうな人はいないか。これは、あれですね。ここでやたぶきのおっちゃんだ。なんでこんなところに弾丸があるんだ。作為的ひらがな、めっちゃね、ずるいねこれって、弾丸の跡だよな。そうみたいですね。玉のお尻が見えてます。なんで金庫の中に。あ、取れましたよ、玉。頭が潰れちゃってますね。そりゃあまあ金庫の壁も金属だからな。この弾丸もしかしたら、すごい、なんかドロドロとしてきたよ。
じゃあとりあえず移動しようか。まあまずはあかねさんに指紋が誰のものかをね聞きに行きましょうか。洗浄痕ってやつ、そこで調べられるみたいだね。犯人がちょっと見えてきたね。あかねちゃん、あかねちゃん、指紋調べて、指紋。あ、その顔、なんか見つけたみたいな顔してるね。あれ、やっぱり分かっちゃいます？科学捜査官の目を舐めちゃダメね。そこは科学は関係ないと思うけど、とにかくホオズキ刑事さんにお願いしちゃいましょうよ。じゃあ、間違えた。これを突きつける。このサンダル、はっきり指紋が残ってるね。足の指だけど。指紋の持ち主が分かればいいんですけどね。まあ不可能じゃないけど、何か方法があるんですか？サンプルがあればいいんだよ。これと同じ指紋がついた靴とか。あ、スリッパじゃない？そうすれば一致すればいいんですか？同じ指紋のついたサンプルか。どうだろう。ある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 、絶対スリッパ。本当になんとなくある予感がする。刑事さん、このサンプルかの照合をお願いします。できんのかな。これもやっとこうか。せっかくならね、科学操作できるやつは全部やっとこう。こうはこれが楽しいから。うわ、一緒っぽいな。無限に出るアルミコ助かるねどんだけ持ってんだよって話だけど、やっぱり一緒か。南さんっぽいな。これで全然違う。水虫のおじさんのスリッパとかだったら、うわ、映っちゃう、危ない。まあ照合はまだできない。でもあのサンダルと同じ指紋だよねこれね。まあとりあえず、このスリッパです。バッチリ指紋がありますよ。お、こっちにも指紋があるんだ。じゃあ話は簡単だね。お願いできますか、鑑定。いいよ、ちょっと待ってて。一致しなかったらこれまでの登場人物全員の足の指紋取る科学捜査パートがそれもそれで楽しそうだけどな。ピンコだね、さすが私だよ。指紋探してきたの俺たちなんだけどな。ぴったり一致したよ。サンダルの指紋とスリッパの指紋、やっぱりな。あとはこのサンダルの持ち主が分かれば一件落着だね。もしかして分かったとか。それは今はまだ言えません。とりあえずこれでまた一歩大きく前進したぞ、真相に向けて。なんか物事がでかくなってきたな。じゃあ一回留置所に移動しますか。滝田くんと話をしましょう。ていうかあのカルテ何が書いてあるんだ。心臓のピストルの弾が残って…あー、ん？なんで結婚しようってなったんだろうね。気になるな。この話が聞けるのか。ビンゴだったね、指ね。じゃあちょっと滝田くんにあのカルテを突きつけましょうか。どう変わるんだろう。同日某時刻留置所面会室。さてと、ここに来たらまずは選ばなきゃですね。驚きさん、どっちのお話聞きますか。ちょっと待ってください。証言の裏付けをするため2人一緒に取り調べ中です。河津さんと滝田くんを一緒にですか。取り調べ官の気持ちを考えると気が遠くかわいそう。金庫の銃弾刑事さんに聞いてみない。そのまま行っちゃった。とりあえず後で戻るか。ちょっと待ってね。しょうがないですね、また後で来てみましょう。お、
かあれか、重婚、笑ってはいけない取り調べ室、ほんとにね。ちょっと待って、こいつが金庫の中に残ってたということは警察はこの弾丸に気づいてない。明日の法廷で武器になる。あのさ、何度も言いたくないけど内緒話なら聞こえないようにやってくれないかな。ああ、見せちゃいけないらしい。目撃者がパンツ泥棒ってよくやる。ずいぶん物騒だよね。聞こえてるんかい。でも言って言わないのがね、あかねちゃんのいいところだね。あそこ今は喋れないから、じゃあ一回なるほどくんと喋りに行くか。7年前のことを聞きましょうか、なるほどくんから。同日某時刻、引き田クリニック。いやまた来たね、驚き弁護士くん。今日の法廷では、ご活躍だったみたいだね。何か相談事かい？ちょうど退屈してたところなんだ。ほおずき刑事さんが言ってた。知りたければ自分で調べることだって。なるほどさん、俺に7年前のこと教えてくれませんか？俺知りたいんです。あなたに何があったのか。7年前のことか。いきなりズバッときたね。人気に熱いあかねさん。優しいね。7年前、僕はある被告人の弁護をするために法廷に立った。それはある天才の死にまつわる事件。君も知っているんじゃないかな。あの事件は大騒ぎになりましたからね。その時の相手が、あの我流賢治だったんですか。そうだね、彼はまだ17歳だったか。17歳、17歳って高校生じゃないか。アメリカで賢治になったらしいよ。自由の国だから、あそこは。みっちゃんも早かったって言ってたよな、賢治になったら。そして17歳の新人に敗れた惨めな僕は放送会を去った。それだけのことだよ。それだけってそんなわけないじゃないですか。自由だね、めちゃめちゃ。というと、俺ニュースで見ました。捏造ですよね。証拠品をでっち上げて弁護士バッジを奪われたって。この捏造気になるね。それで君はどう思ってるんだい？噂の捏造弁護士を目の前にしてさ、俺は信じたくない。でもこの前の法廷でなるほどさんは気づいていたかい？今日の裁判には一つ偽物の証拠があったことに。本来あるはずのなかった証拠、罪深い手品の種さ。あはははは、否定できないか。まあ僕が捏造をしたかどうかなんてことはもう問題じゃないだろ。そんな、僕はもう弁護士じゃない。それだけが真実だよ。捏造のこと話してくれないみたいだもん、今はまだ。なるほど、じゃあ留置所に行きますか。結局は教えてくれないってことだね。まあでもこれは後々進めていくうちに明らかになりそうだね。なんかまだフラグを踏んでないな。なんだ、先気になるね。多分ね、一回探偵パートはそろそろ終わりが近いはずなんだけど、まだなんか踏んでないな。なんかフラグを踏んでない。なんだ、お金ちゃんには言ったし、なるほどくん、留置所で話せないからまだなんかある。やたぶき屋のおっちゃんかな。こういうア
後一つ取り逃しちゃった時のぐるぐるあちこち回るのね、懐かしいね。逆転裁判結構タンタンと進んでいくからどこを踏んでないのか意外と気づきづらいとこあるんだよな。あ、いないわ。なんかまだ踏んでない。証拠のとこかな。ちょっと一回証拠のとこ戻ってみよう。あ、間違えたー。淡々と進むからこぼしてると気づきにくいかも。困った時のそう待った、そう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 、そう待ったとね合わせてやりたくなるよね。警官おばちゃんの戦いは早く終わらせてあげないと、早く終わらせてあげないといけない。警官の人が倒れちゃう。あちち、なんでこんなに水がこぼれてんだろう。間違えたー。長かった。ゆきさん、はじめまして。海月るなと申します。来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってください。今、逆転裁判やってます。取り調べ官のライフがどんどんゼロになってっちゃう。まずいまずい。そう、スチーマー版です。ちょっと高そうなランプ。あ、電球が割れてます。割れてる？切れてるんじゃなくて。泥棒さんが落としちゃったんかな。それならこうして普通に床に立ってるの変だよ。それにコードですけど、ここ見てください。なんだ、電源コードの一部に赤いものが。まさか鹿？鹿じゃないのか。鹿にしては鮮やかすぎますね。ちょっぴりピンクっぽいし、とにかく気になるスタンドではあるね。これかな多分。そう、私やってるのスチーム版。確かね、先月出たはず。で、4、5、6っていうか、逆再シリーズは全部やってて、4が一番やってたんで。ほんとだ、なんかついてる。あ、これか。電球が割れているのでスイッチが入らない。どんな風に割れてるのかな。やめなよ、触ると危ない。1月25日発売、限定回帰。そう、限定回帰してます。え、血が出てるじゃないか、ちょっと見せて。あれ、マジック用の血のりです。驚きました。ぐるぐる回して調べられるの画期的。そう、結構さ、4になってからいろいろこうなんか触ったりとか裁判中に椅子回したりとかさ、図面のなんかいろいろ増えたのが4だった気がする。多分フラグはこれだな、おそらく。はい、じゃあ移動しよう。多分これで滝田くんに、話しに行けば進むはず。そう、調べるところがね、決まってたりするからね。そう、椅子とか、物をね、棚があるみたいな。隠し扉あったみたいな。初っ端から盛りだくさんだったけど。あ、進んだ。よしよしよし。驚きくん驚かされ続けていいにゃ。もうすでにボコボコかもしれない。もうすでにボコボコかもしれないよ。これはうかりいいんで直さないといけないかもしれない。同日某時刻、留置所面会室。起きた。はーい、お待たせ。僕のまた来たよ、胃もたれ。なんなんだこの挨拶は。
なんなんだこの挨拶は。頭ん中で裁判長の前で椅子に座ってくるくるって驚きかす。絶対怒られる。絶対怒られる。もっといい病院で。もうね、胃もたれ。落ち着け。もうね、この胃もたれ2回目なのよ。2回目なのよ。あー。極刑にするか、極刑にしよう。もう有罪にしよう、これは。所定胃もたれ、もうな、登場のたびにこれは何なんだ、一体。何なんだ、一体。こんにちはでいいじゃん。なんで毎回ちょっと口説き文句なの。毎回みなみちゃんが来てくれると思うなよ。いやそう、にっこりでね、ちょっとね、窓ガラスにパンチしたいね。一回パーンってしたいね。静粛に木槌で一発、裁判長連れてこようぜ、ここに。裁判長連れてこようぜ。こっとり豚骨ラーメンよりもたれ。いやー、みんな、こういうね、ラブラブなカップルが目の前にいたら、おーってなるじゃん。なるじゃん。だからそれをこうゲーム上で味わうっていう不思議な感覚だよね。すごいな、新鮮というか、なんつうか。ゲーム上そうそうそう、無理なんだけどね。なんか、実際にリアルで見るカップルとなんかね、相違がないというか、この胃もたれする感覚なんなんだろうっていう。この不思議な感覚です。そのうち胃もたれの抗体ができる。さらにいるのかな、このぐらいのちょっとデレデレカップルを越すカップル出てくるのかな、この後。ここに裁判長も壮大な。もう木槌持たせてここで静粛にって言ってもらおう。でまたお前らかよ、その後のこの変わりようです。優しくしてくれてもいいじゃんよ。なんでそんなに喧嘩腰なの、どうして。毎回その登場するんですか。私が気になってたことを言ってくれたぞ。代弁してくれたぞ、驚きくん。逆かな、2度目はアナフィラキシーショックで気絶する。アレルギー反応じゃん。普通にアレルギー反応じゃん、もうすでに。いや、もう胃もたれの時点でアレルギー反応出てる気がするけど。悪かったらめっちゃぶち切れられた。なんかちょっとさ、ケロって胃もたれする反応からこのガチ切れです、この人。情緒大丈夫かな、滝田くん情緒大丈夫かな。怒られちゃった。リアジは爆発するしかあるまい。爆発どころか燃やしてしまおう。誰か相手か確認せず打点し挨拶し決めてるの、これ毎回やってるらしいからね。毎回やってるっぽいからね。リア充に厳しすぎるリスナー。いやだってね、普通のなんかごく、なんだろう、こんな目の前でベタベタしないとか、こう他人にね、迷惑かけないカップルならいいと思うんだけど、初手からさ、赤の他人に、ね、僕の打点師さんって言われたら、ちょっとなんか、ははってなるじゃん。恋は盲目とはこのことか、みたいな。滝田くんの辞書に情緒という文字はない。確かに。暴れ狂ってるもんな。メーターがもうアップダウン激しすぎて振り切ってるかもしれない。リア充というかバックアップルに当たりが強い、間違いない。はぁってなる。まあな、さっきは親父にやっお前親父さんにやったのか。お前さっきのあれ親父さんにやったのか、ドン引かれるぞ、おい。メーターバイバイ、壊れちゃったかもしれん。バッキバキに折れるかもしれん。
暇すぎる、やばいね。なんかそれでもさ、こう恥ずかしがらずに行けるところがこのね、あのちょっと19歳って感じ中学生のこのなんかやんちゃヤンキー感抜けれない感じ、否めない。親フラってことやったみたいだね親父育て方間違い反省しちゃうかもかなり気まずいムードになったらしい。それはなるわ。その経験から何か学んでほしい、間違いない。繰り返してんだろきっと。それにしてもあんたらご苦労だよな。俺はもう覚悟はできてるってのにさ。やれやれ有罪になる気満々だな。じゃあちょっとお話しようかお話しますか。うん、まあ、あのとんでもないカルテはちょっとあのかわいそうだから後回しにしてあげてVTuber やってるの親にバレたみたいな、あそういう感じ。あでも隠してはないんじゃない、タクタくん。あの交際は隠してないっぽいから確かに VTuber やってること親にバレるの嫌な人もいるだろうね。隠してる方もいそう。別に俺は気にしねえぜ。有罪判決の一つや二つ。でももし殺人罪なんてことになったら、なーにそれも経験ってやつよ。まさか死刑にはなるまい。この経験がさ、私今イケメンに見えたのがさ、ちょっと疲れてるのかもしれないわ、胃もたれのせいでイケメンに見えちまって、この経験って方がな。極道にとっては勲章みたいなもんだからな。でも滝田さんやってないんですよね。ま、いいじゃねえのそんなのどっちでもさ、有罪でイケメン、なんか不女子とかが湧きそうな設定滝田くんの沈黙、わけがあるのかもしれないな。なんか隠してんな、父親のこと。お肉、いっぱい VTuber それリアルどころか YouTuber みたいになっちゃわない？大丈夫？海月ちゃん、あなた疲れてるのよ。あ、やっぱ疲れてるか。いやー、やっぱあんだけ胃もたれ食らわせられたからな、やっぱ疲れてんのかもしれないわ一旦ちょっとお茶飲もう。誰か変わってる感出してくるね。タキタくん犯人知ってんじゃないもしかして。じゃあアメちゃんも舐めよう、とにかく最近の親父にはがっかりしたぜ。なんか極道をやめるらしいですよね。そんなこと俺がさせるかよ。怖い怖い怖い。近いです。そのお目目やめて俺はさ、クールな悪を目指してやっ、えクールな悪を目指して。クールどころか熱血一直線だけど大丈夫そう今日の昼食はあっさりの塩タンがいいね。そうだね。あ、塩タン食べたい、牛タン食べたい。あっさりしたやつ、お肉を求めている。私のお腹がお肉を求めている。腰抜けの親父に付き合えるかっての。はあ、俺が出所した暁にはみなみちゃんと一緒に新しいキタキツネ一家に生まれ変わってやるのさ。クールなバカップルでは間違いない。バカップルどころか夫婦になるっぽいからな。有罪判決は大前提みたいだな。じゃあね、話を聞かないなら突きつける一直線ですね。さあ反応は変わるかな。なんだこれ、レントゲン写真じゃねえか。もしかして。そう、滝田くん、あなたのものですよこれ。タバコ吸わないから長生きできるんじゃねえの。やっぱり分かってないみたいですね。あのここなんですけど見てもらえますか。担当看護師のところ、なみなみなみさんのサインです。へえ、さすが弁護士だな。バレちゃったか。隠してる気もないのか。昨日の肩ロース、肩ロースステーキ 450g 美味しかったです。そう、うまそうだったな。あの X にあげてたやつX の飯テロタグに上がってたやつ、マジ肉美味しそうだったな。
半分半分もらってやろうかと思ったよ私は。じゃあやっぱり南さんと知り合ったのは、まあね、彼女に出会ったのはあの病院さ。詳しく聞かせてもらえますか、その話。仕方ないな、聞かせちゃうか。のろけを聞かないといけないのか、私は。私はのろけを聞かないといけないのか。あれ、許されない。いやもう、あのお肉の罪は有罪です。問答無用で有罪です。なれそめ。半年前、組の構想で撃たれちまってよ。別に俺死んでもよかったんだけど、なんか助かっちまって病院に担ぎ込まれた、ん？担ぎ込まれちゃったわけ。うかり外科医院ですか。墓場まで持っていかせ。もうね、そのまま何も言わずに墓場まで持っていってほしいね、のろけは。お肉に罪はないよ。そうだよ。そうだよ、メステロに罪があるんだよ、にっこり。そこで出会っちまったわけ。俺だけの堕天使じゃん。なんで堕天使なんだろうな。普通に天使でいいだろうよ。なんで堕天使なんだよ。さっきペ天使だったし。やばい、のろけだ、海好きばり。これはもう魔族の魔法を使うしかないか。でもこれをね、見ないとね、あの犯人が誰かわからないのよ。みんなも巻き添えだ。なみなみなみさんですか。最初は俺のこと怖がってたみたいなんだけどさ、惹かれちまったんだろうな、俺の悪の魅力に。やっぱり中二感否めないんだよな。何なんだろう、本物の天使に連れて行かれたらよかった。すごい辛辣。そこですごい辛辣。そこで出会ってしまったんだよ、俺だけのマイエンジェルに。なんかそれだとまださ、まだマシに思えるような気がするのは気のせいかもしれない。彼女、病院の仕事が嫌になってたらしくてね、それなら俺んとこに来いよって言ってやったわけ。男らしいだろ。彼女なんて言ったと思う。知らない。知らない、ちょっと聞きたくもない。なんて言ったんですか。ちょっとは考えるよな、お前ら。いやもう考えることを放棄します。小さな声で言ったんだよ、私と結婚してくれるならって。逆プロポーズされたってこと。それで婚約を。知らん。言いたいよね、私もちょっと そう言いたい気持ちをね、すごい抑えた。そういうこと。病院で愛を誓ったわけ。病院で愛を誓った、手術も終わって彼女と2人、あの病院とおさらばってわけ。その手術ですけど。ああ、なんか問題があったみたいだな。聞いたぜ、健康診断で弾丸がまだ残ってるって。健康診断って組長さんがやったんですよね。ああ、情けねえ話だよ。極道が長生きしてどうするんだっての。でもそのおかげで弾丸のことが分かったんですよね。確かにな、だからこそあの医者に思い知らせてやろうと思ったんだけどな。弾丸を抜くのは別にそれからでも構わねえだろ。こうして退院後もピンピンしてるわけだし。そんな健康診断初めてだったんですか。ああ、今月に入って急に親父が言い出してさ。親父も年を取ったってことなんだろうさ。さて、じゃああのサンダルが誰のものかを分かって終わりにするかね。このサンダルが一体誰のものかを入れさせましょうか。滝田さん、もしかしてこいつに見覚えがありませんか。お、もちろん知ってるぜ。なんだって、俺が買ってあげたやつだったんだ。南さんにですか。ああ、誕生日のプレゼントにさ。彼女足が小さくてさ、可愛いんだよな。このサンダル、南さんのものだったんですね。ああ、なんとなく予想はついてたけどね。なんだよ、その締めっぽいムードはさ。やれやれ。じゃあ一回、やたぶき屋のおっちゃんにカルテを見せて、滝田くん助かるかどうか確認しに行くかね。
同日某時刻、同時刻、やたぶき三択前。あ、麦つらさん、やっと見つけました。おお、お嬢ちゃんどうしたんだい、そんな顔して。驚きさん、見てもらいましょうよ、あれ。やっぱり専門家に聞くのが一番だと思います。そうだな、見せてみるか、麦つら先生に。麦つらさん、どうしたんですか。なんか嬉しくてよ、また医者としての俺が役に立つ時が来るなんてな。やっぱりお医者さん続けたかったんか、麦つらさん。親父さん、これなんですけど。お、カルテじゃねえの。ダメだよ、こんなの勝手に持ち出した。どうしたんですか、黙り込んで。なんだこりゃ、どういうことだよこれは。いやいや、こっちが聞きたいですよ。そのカルテ、俺の依頼人のものなんですけど。今殺人の容疑をかけられて裁判を。あが言ってんじゃねえよ、そんな眠たいこと言ってたら死ぬぜ、このクランケ。クランケ、患者だよ患者。こいつは一刻を争う事態だ。詳しく聞かせてください。取った、ラーメンを。あれ、カツラだったの。なんかちゃんと入ってるみたいだったじゃん。そういう髪だった。覚醒した。確かにこうやって見るとね、あの病院の先生感すごい。ずらかい。衝撃。カツラだった。私もなんかカツラだったよな、そういえばと思ったけど、髪型を全く覚えてなくてさ、びっくりした今。確かにこうやって見るとちゃんと病院、これで白衣着てれば確かにすごい、なんかできる病院の先生の感じすごくない。これは有能医師の風格すごいもん。なんかできそうな、この右手のさ、右手でこめかみ押さえてるこの感じ。できます私みたいなオーラすごい。新しい覚醒の仕方がすごいね。すごい、なんかいきなり何が分かんない今みたいな。衝撃だよな、このゲーム。こういうとこあるからおもろいよね。どちら様ですか、全くの別人。もうラーメンのインパクト強すぎてさ、あの見た目のせいで私ラーメン最近食べたい気持ちに駆られるんだよ。普通に渋い親父じゃねえか。っていうか逆にさ、この格好でラーメン屋さんやってた方がお客さん来るんじゃない。これからの話は外科医としてさせてもらう。すごい、なんか口調も変わったじゃん。しっかり聞くことだ兄ちゃん。嘘だな、何を。なんかすごい BGM 物騒なんだけど。ラーメンの飯テロ画像晴れという指示か。みんなの美味しいラーメンを見てやろう、にっこりしながら。貼ったらみんなの美味しそうなラーメンを見とくよ私は。もうみんなも一緒にラーメン食べたくなるんだこれを見て。カルテによると、このキタキタキタっていうクランケ、心臓の横っ面に弾丸をかっくらったみたいだな。はい、その通りです。そしてこっちのカルテには術後、つまり弾丸の摘出手術後の経過が書かれている。しかしだ、心臓の横にはっきり弾丸の影が見えるんだよ。でもなぜそんなところに。考えられることは一つだ、手術が難しすぎた。弾丸は心臓につながる大動脈のすぐそばにめり込んでやがる。やば。しかも奇跡的なことに弾丸の周りも、動脈が取り囲んでいる。コンマ2ミリのブレで大出血が起こる。やばいじゃん。普通の医者には手が出せねえのさ。やばいじゃん。こんな状態自体奇跡的なんだ。こいつを抜き取るにはその奇跡を超えた大魔術が必要だろうぜ。そっち方面の奇跡は見抜きに期待しないでください。心臓の、脈動や肺の活動で弾丸は今も生きていやがる。長くて半年だな。でも滝田くんが退院したのはもう半年前ですよ。
だから一刻を争う事態だって言ってるんで、裁判なんて後回しだ。なんてこった。なぜうかりさんはこんなひどいことを。ほったらかしなんてひどすぎます。わかる気がするよ、あいつのうかりの気持ちがな。緊急手術をしてフランケの胸を開いて、この状況に出くわした時のあいつの絶望が、絶望。あいつはそのまま傷口を閉じるしかなかった。そして弾丸を抜けなかったなんてとても言えなかっただろうぜ。あ、キタキツネ一家。そう、このフランケは、あの組の一人息子だ。そして手術をしなくても退院して生きることはできた。まあやがて心臓が大出血を起こしてほぼ即死するがな。そんな。そしてその死亡を処理するのはうかり自身だ。組との深いつながりを利用すればごまかすことは不可能ではなかった。ひどいですそれって。滝田さんを見殺しです。大人の世界には醜い暗闇が口を開いている。それに比べれば極道の喧嘩なんて可愛いもんだ。本当の悪には力が強いか弱いかなんて関係ないんだ。あの麦面さん外科医だったんですよね。それなら滝田さんの手術を。バカ言うな。え、どこまで弾丸が食い込んでたかこの話やってた時も思った。確かに確かにコンマ2ミリずれてたら死んでたって言ったよね。相当キンキンにあるんだね。少なくともこの国には、こんな手術ができる医者はいねえよ。多分世界にも一人いるかい。うわー、いないか。じゃあ滝田さんは今生きてるのが不思議なくらいだ。そんな。一つ問題があります。驚きさん、このカルテです。担当看護師のところ。なんでみなみちゃんは結婚しようって言ったんだ。なみなみなみ。あ、これがきっかけで二人は知り合ったんですよね。問題は彼女は確実に知っていたってことだよ。滝田くんがどういう状態だったかをね。あ、彼女はなぜそれを本人に言ってあげなかったんでしょうか。常識で考えてありえない話だ。患者の命の危険が近いことを知っていたのなら翻訳する前にすることがあるはずじゃないか。あのお姉さん一体何を考えていたんでしょう。なみなみなみさんか。はい、ということで、朝からすごいアップダウンが激しいところから始まりましたね。はい、やんなデレ。どういうこと。それともお金が目当てなのか気になるところですが、まあ次はいよいよ結論が出る感じになりますかね。何が目的なのか気になるね。めっちゃね、すごい気になる。婚約者急に怪しくなる。なんか不穏な空気がずっと流れてるよね。ちょっとやばい匂いしかしない感じになりますが、今日はね気になるここで終わらせようと思います。次は法廷編。いよいよ犯人が誰かが炙り出されることになりそうですね。もしよければ見に来ていただけると嬉しいです。いや楽しいな虐待。ルンルンしちゃう楽しくてルンルンしちゃう虐待。多分また配信の枠を急に立てたりすると思いますので、通知をねオンにしていただいていただけると嬉しいですまあ俺はとりあえず5を進めるよ。ぜひぜひ5も6も面白いから、うん、やってみてください。私はこれがね、今後どうなるのか要チェックでございます。次回牛丼なみ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 の真実が、みなみさん、みなみさんだけどなんか波盛りみたいな感じになってる。でしょ。またね続きが気になりますが、直近の配信としては、決まっているのは明日夜歌枠、縦型配信します。あと、18日はスプラ、めいちゃんと
めいちゃんの双子のりんちゃんと、ゆおちゃんと一緒にツアーをします。来週あたりどっかで、面言か面言かファンボックスかで、スプラー参加型しようかなと思います。せかがやし、面言でやるか。スプラー参加型来週中に一回やろうかなと思います。DS 生きてるからやろうかと思ってたが、結局こっちでやった逆再放。いや、でも画質が綺麗だからね、圧倒的にスチームの方が。こういうなんか待機でムービー流れるのも嬉しいよね。これ多分きっと4以外もこうやって出んのかな。おお、わ、すげー。あ、これはネタバレだからダメだ。出たー、こんなるほど龍一の BGM です。うわー、グイエってなった喉が。おお、へえ、すげえ、めっちゃ綺麗になってやがる。待って、あ、ミュージアムってそういうことなんね。あ、なるほどなるほど、オッケーオッケー。ミュージアムってなんだろうってずーっと思った。流れる、いいねこれ。危険、ちょ、あれ見ちゃいけない。みんな知らない人ネタバレになっちゃうから。そう、5と6はね、アニメ映像ムービー流れるんだよ。ムービー流れ、これは定期的にやっていきます。5にもトラウマあったような。5もトラウマあるよ確か。ホラー要素みたいな感じの多分1シーンがあるはず。5も6もね、面白いよね。でも私は4が一番好きなんですよ。4、3、4、3、2の順番で好きなんです。5と、5と6は結構ゲーム性がだいぶガラッと変わるから、まあ逆再自体のこの方程編は変わらないけど、なんか中身のね、あれとかが結構変わるから、私は結構頭の方が好きなんです。3のちなみちゃん、3のちーちゃんとかね、あれも結構ホラー苦手な人はだいぶトラウマになると思う。これを機にあれか、3の虐待一部やったやつ今非公開になってるけど公開するか。一応再生リストあるんだよ。やったの相当前だから 2、3年前とかじゃないか。また再生リストは後ほど作っておきます。急に多分定期的にいつやるっていう感じでは決めないので、急に始めたりするかと思いますので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしていただけるととても嬉しいです。こんな風に朝活でやったりとかもすると思います。ういういしいるなちゃんが多分見れるはず。どうなんだろう、ツインテンドッグかな。要チェックでございます。今後も期待ですね、よろしくお願いします。ということで、長く配信しましたが、お付き合いいただきましてありがとうございます。逆再のナンバリングで言うと、プレイ中6、1、2、3、4、5。なるほどね。でも6最初にやったらネタバレになっちゃうな。ま、あれか、初期やってる人は6やるとびっくりするけど。もちろん大逆再もやった。おいいね。あっちも。配信でちょっとやったけど、続き気になりすぎて裏で全部進めちゃったっていう。こっちがあるけど、4、5、6は全部やったことがあるので、リスナーさんと一緒にね、続きをやりながら進めていこうと思います。長く配信しましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひ次も遊びに来てください。よろしくお願いします。直近はね、一応明日の予定、もしかしたらまたその近辺で虐待やるって言って枠取るかも。よろしく。ではでは、こっちの6もやる。いいねいいね、やっていこう。ではでは。
祝日最終日ですが、お仕事の方はお仕事を頑張って、お休みの方は良い一日になりますように。ではでは、またね。おつくらげ。長い時間ありがとうございました。またねー。